おいっすー。あれ映像来ないな。あ、来た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 。あ、ずれたずれたずれた。すごいね、ラグこれ。ラグすごい。うん。もうこれはね、ちょっとダメよ、ふわっちは。金取っていいレベルじゃないよ、これ。うん。ねえ、ちょ、出だしの1分か2分ぐらいちょっと様子見ながらやんないとわかんない。そうそうそう。そう。カオス、ちょっと待ってて、水汲んでくるわ。喉乾いちゃった、ずっと喋ってるから。うん、うん、うん。その間にまあ、バランス合うの待つよ。うん。あ、じゃあ、部屋が暑い暑い。あ、どうも、すいません。お邪魔します。うん。はい。はい。どうも。ね、ワトくんね。あれ、電話かけたの何だったの？なんか電話着信。なんか LINE に着信あって珍しいとか思ったんだけど、一昨日かな。LINE？ 俺に電話かけてたんだよ。間違いだよそれ。間違い間違い。そうなんだ。多分それなんかの間違い。どうしたの？なんかカオスがコラボ上がるって珍しくない？なんか最近どんな感じなの？いやー、多分完全に、間違いだと思う。何を言ってんの？それか、いや、昨日なんとなく、昨日なんとなくさ、コラボやってたじゃん。やったやった。いや、昨日コラボやってたじゃん。で、決まってんだから。あの時うまく繋がれなかったでしょ。うん。だから、なんとなくその時の流れの延長で今かけてるだけ。うん、いや、全然いいんだけど。このタイムラグのえぐさが、今の俺の心を、どうしたらいいのってなってる。いや、全然大丈夫だよ。全然大丈夫だよ。え、決まってねえよ。俺、シラフだよ。マジか。シラフだよ。日本で吸えるんだったら買ってくれよ。ああ。買ってくれよってなんでプッシャー目線なんだよ。うん。わっつって。ちょっと待ってよ。うん。どっちを聞けばいいんだ、俺。どっちを聞けばいいんだろう。こっちのカメラの音を追ってっから今混乱してるのか。あ、違うよ。イヤホンつけてないじゃん。放送のしてる端末にイヤホンをつけて聞かないと。放送の音は切るの。あれ？つけてんな。え、音はじゃあリアルタイムで聞こえない？あ、ちょっと一個試す。うん。でしょ。それだよ。ほら。でも聞こえたでしょ、リアルタイムで。これやったらさ、今度さ、ワド君の声入らない？そっちに。え？え？いや、放送が繋がったらラグはないはずだよ。音の出力はどっから来てんの？あー、今イヤホンつけてないからね。じゃあ俺、パソコンの方の。ダメ、それはラグるよ。6秒ぐらいラグるよ。ラグる。パソコンの音はいらない。放送。これ普通。これを、要するに、携帯につなげば、つなげばいいの、ね、そういうこと、そういうこと、そういうこと。マイクないけどいい？マイクなくても大丈夫だと思う。多分。カメラのマイクで拾ってるはず。これでリアルタイムになったでしょ、音。会話が。なってないのかな？これでリアルタイムになってない？イヤホンが刺さらない。なんで？いや、俺のね、iPhone ケース、分厚いのよ。うん。アルミのケース使ってるから、入らないんだよ。どうすんだよ。いや、ちょっと待ってよ。ある、うん、ある、あるんだよ。待ってね。じゃごめんね。いいよね、俺、ご機嫌じゃないんだけど、なんか俺今副作用でさ、頭おかしくなっちゃってっからさ、配信できないのよ、あんまり。
で、そういうのでも対応できる能力者っていうと、和道くんぐらいなわけよ。あ、こっち頭おかしくなってるとこに大丈夫かぐらいで済むじゃん、和道くんなら。そうだね。普通の人と話してるときに、うん、なんていうの？あの、副作用出ちゃってると、うん、何こいつってなるじゃん。うん、ねえ、カオスだいぶ話スムーズになってるね。うん。よかったよ、良くなって。うん。まあね、今、睡眠薬8錠飲んでるけどね。なるほどね。あの、違うんだよ。飲んでないと危ないの。何で飛び出すか分かんないから。うん。昨日も俺なんか、家の前走ってるタクシーを、鉄パイプでぶっ壊しそうになったんだよ。うん、しかも配信しながら。暴力衝動があるの？ん？暴力衝動があるの？暴力衝動、自殺願望、その他もろもろ。ああ。が、ズワーン出ちゃって、で、自殺願望とかに関しては、うん、まあ、もう慣れてるから、全然大丈夫なのね。実行はしないからさ。うん。けど、うん、なんかね、こう、イライラしたりとかね、するのを、うん、こう抑えるのがすごい難しい。これ入れてみるから、ちょっとイヤホン。オッケーオッケー、ね。入れてみて。うん。おー。これだいぶ良くなったでしょ。もうスムーズでしょ。俺の声はどんな感じ？バッチリ聞こえてる。あ、よかった。ラグはある？ラグあるように聞こえる？いや、ない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 。だよね。これでオッケーオッケー。パーフェクト。ありがとう。ありがとう。すごい、やっと理解できた。すごいでしょ、のんちゃん。あ、のんちゃん。そう、のんちゃん。のんちゃんもすごいって言ったからね。面白い。うん、かぶれる。いや、まあ別に、なんの意味もないよ、繋いだの、うん。ただなんか、今、ずっとさ、ネットでアニメ見てたの。うん、で、なんとなく、配信サイト立ち上げたら、うん、あ、和道くんやってんじゃん。うん、あれって昨日と同じことやってんじゃん。昨日喋れなかったから、うん、じゃあちょっと今日喋れるかもう一回やってみようと思って。なるほど。ログインしたら、ちょうど生真面目な人と話してたから、もう話聞いてたんだよ。アニメ何見てたの？アニメのタイトルすらわかんない。適当になんかブチって押して、適当にわー見て、つまんなかったピッて切って、またブチって違うの押して。はいはい、はい。全部イリーガルです。はいはいはい。あ違法です。違法です、アニメです。はい、違法です。はい。アニメとか見るんだね。アニメ好きだもん、俺。アニメは日本の文化だから。あ、まあ、そうだね。うん。カルチャーだよね、完全に。うん。え、アニメ何が好きの？タイトルは。結構深くあるからな。うん。これっていうのがないんだよな、でもな。おー。まあ、当然、和道くんが好きな、アキラの時代のアニメもすごい好きだよ。うん。サザエさんね、嫌い。サザエさんが嫌いな理由がある。なんで？サザエさん通りで、サザエさんの、なんか、コピー商品とかを売ったら、めちゃくちゃ大問題になるから。うん、そりゃそうでしょ。そりゃそう。いいじゃん、別にって思うところなんだよ。じゃあ、ディズニーとかも大嫌いだ。大嫌いだね。どっかの小学校のプールのさ、なんかプールの底のとこにさ、ディズニーの絵を描いたらさ、その小学校のプール、うん、ペンキ全部塗り直しさせられたんでしょ、うん、昔。うん、いいじゃんね。かわいそうじゃん。子供たちがさ、こうさ、好きでさ、で、うん、もう先生たちがそれ選んで書いてあげてさ、うん、それがダメだなんて。なんかね、だったらさ、なんでワールドディズニーはさ、LSD 吸って食ってんの？あの人は。ウォルトディズニーって LSD 好きだったの？好きだよ。リゼルグさん、ジアチルさん、リゼルグさん、ジアチルアミドマニアだよ、あの人は。おー。うん。そうなんだけど。ドラッグね。ドラッグ詳しい、ね。いや、まあ俺は別にね、あとそう、ワドグよく言うけど、俺ドラッグ詳しいとか好きとか言うけど、うん、違うよ。
日本出て、いろんな人と接してみたらわかる、うん。これぐらいが、普通だから。うん、ああ、スタンダードだと。スタンダードだから。日本の人はやっぱ遠慮しすぎてるだけだ。だったら、なんか思ってることだってあるわけでしょ。うん、うん、うん。いや、海外に行って、あのね、カナダ人のハーフの友達がいてイケメンの、同じこと言ってたよ。うん。うん。なんか飲酒、日本でいう飲酒よりも軽いのがカナダでいうマリファナだって、公園で警官が吸ってるよって言って、うん、そりゃそうだよ。だって俺メキシコ歩いてる時にさ、パトカーヒッチハイクしたらパトカー止まってくれたんだけど、もうパトカーのその警察署がすぐそこだから、うん、乗せてってもう意味ないから、うん、お前これでも吸って頑張って歩いてけよっつってジョイントくれたもん警察官が。ちなみに違法だからね、メキシコで。メキシコ違法だから。ただ逮捕はしない。うん、で、警察の気分が悪い時は25ドル取る。ああ、罰金を、要は、そう、罰金。嫌がらせ的な意味で取るんだ。そうそう。で、逆にそういう風に、ちょっとなんか歩いてんのも大変そうだし、ちょ、ご飯の代わりにしろよ、みたいな感じで。うんうんうん、おまけでくれる人もいる。なるほどね。別にそれがいいも、うん、そういうのがいいのとか、いいとか悪いっていうのは、俺はどちらとも思わないのね、うん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 。ただそれを禁止する必要があるのかないのかっていうところにクエスチョンがあってね。うん、なるほど。だから法律は今の通りでいいと思う、別に。違法で。うん。うんうん、ただ、麻薬という呼び方は、まず、できれば変えた方がいいんじゃないかなっていうのもあるけど、まあ、仮にそれを変えなかったとしてもいいと思う。うん、ただ、非逮捕にした方がいいと思う。だって、逮捕することによって、別に特に何も悪いことやってないやつだよ、言ったら。仕事終わって家帰って、で、寝る前に絵でも描きながらガンジ一本吸ってる時にピンポンで警察来て捕まるとするじゃん。うん。したら、その人の、そっから、刑務所行って、刑務所で、朝昼晩のご飯、それ誰がお金出してんの？税金だわな。税金だわな。でも日本なんか逮捕者のさ、要は留置所とかに行ってる、3分の1ぐらいはマリファナでしょ？大麻でしょ？どうなんだろう？でも、1回目は多分ね、刑務所には行かないよ。うんだよね、留置所で、要は、こういうような、うん。留置で、あっちの、あっちのほら、単語が出てんよ。うん、拘置所で。あそこで、そう、拘置所行って、うん、で、話して終わり、うん。で、罰金取られるっていう感じだと思うよ。初犯じゃなくて2回目捕まったらどれくらい食らうもんなの？日本だと。それでも長くても5年ぐらいじゃないかな。2年から5年とかじゃん。あ、結構重いんだね。重いけど、でもそれってすげえ、もう逆に言うとはもう、俺それさ、犯罪だよ、そんなの。あ、もっと軽いと思ってた。誘拐してなんか軟禁してるようななんか、犯罪行為にしか見えない、俺には。なんか、俺は3ヶ月とか半年で出てくるもんだと思ってたから、うん、そんな重たいんだ。いや、俺も厳密なことは知らないよ。うん。うん。だって自分がさ、実際ね、うん、今、例えばここ引き出し開けたらジョイントがあって俺吸えるんですよみたいな暮らしをしているんだったら、うん、俺もそこら辺はしっかり調べるけど、うん、今ここどうせ日本だし、うんうん、CBD があるんだしなんじゃなくてもまあしょうがない吸いたいけど吸える時に吸えればいいやぐらいしか思ってないから調べてないのちゃんと。なるほどね。うん、うん実際自分がね、持ってて、毎晩毎晩吸うような暮らしをしているんだったらしっかり調べるよ。どのタイミングで警察が来るとか、どういうシチュエーションでバレるとか、調べるけど別に何も持ってないし、今ピンポーンって警官来て、うちに来て家の中ガサ入れても何も出ねえから。うん、で俺のおしっこを吸っても何も出ねえから、うん、だからまあ別に、うん、気にすることないかなと思って。なるへそ。うん。うん、まあごめんね、なんかくだらない話を一方通行で話して。いや、全然全然、うん。いや、なんか思ってたより重たそうだなと思った。いや、罪が？罪が。これは GHQ の後遺症でね、俺がね、まあ、ざっと思うこと、
があってさ、うん、俺今さ、その、まあ、これ転換の薬なんだけどさ、うん、副作用がすごくきついのね。で、一日朝と夜飲まなきゃいけない薬で、死ぬまで飲まなきゃいけないの、これ。うん、この薬を飲むのをやめると、いつ気を失ってぶっ倒れるかわからない状態になってしまうのよ。この薬に慣れると。うんうん、でも、この薬に慣れてしまえば、気を失うことがなくなる。うんうんうん、その代わり、精神が乱れたりとか、自殺したくなっちゃったりとか、人に八つ当たりしたくなったりとか、ちゃんとした判断できなくなったりするっていう、そういう波が出るんだよ、副作用で。で、その副作用を抑え込むために、俺は睡眠薬で、ちょっと頭落ち着かせてんの。あとは CBD ね。CBD っていうのは、これもまあ、細かいこれは、ちょっと今の話の流れにはちょっとめんどくさくなるからしないけど、CBD っていうのもあるんだよ。で、まあ、今俺だからさっき8錠って言ったけど、もう12錠飲んでんだよね、この睡眠薬を。結構飲んでるんだ。オーバードーズ気味だね、うん。いや、まあもう完全なオーバードーズ。バカだよ、ほんと。メンヘラがよくやるようなことだよ。うん。なるほどね。でも、まあ別にね、俺別にメンヘラになりたくてやってるわけじゃなくて、うん、ブレーキかけるためにただやってるだけなの。ことなわけであって、うん、で、なんでこれをやるかって、うん、自分が気を失わないために飲む薬の副作用を抑えつけるために飲む、うん、じゃあこれじゃなくてジョイント1本だったらどうなの、うん、したらもうそれで1日中薬飲まないでいい、うん、なるほどな。そうなったらこれが必要なくなるわけでしょ。じゃあ、ジョイント1本吸うことによって、1日12錠飲んでた、1錠25円だか30円だかの薬を、12錠飲まなくてよくなるんだから。なるほどな。そうしたら、まあ、ね。まあでも、大塚製薬が、一応マリファナの、販売権持ってるんですよ。日本での。サティベックスっていう単語で検索すれば出るんだけど、サティベックスっていう薬はもう、まあ、アメリカとかヨーロッパではごく一般的な薬だよ。子供とかの転換でさ、目が覚めてから寝るまでの間に、1日に7回、8回気絶してぶっ倒れて頭打っちゃうとか、そういう症状のある子が、サティベックス使い始めてから2週間一度も気絶しなくなったりとか、するわけよ。だから、向こうでは普通にそういうもんも取り込まれてってんだけど、日本でじゃあサティベックス売りますよって言ったら、今じゃあ日本で飲まなきゃいけなくされてる薬を飲まなくなるわけじゃん。そうしたらその薬が売れなくなって違うルートのお金の流れになっちゃうから、経済効果は変わっちゃうもんね。いや、だから、大人の都合だよね。いや、俺ね。うん。変な話なんだけど。うん。いや、その、のりこの薬の量とかも、結局ね。いや、のんちゃんも全くカオスと同じこと言うんだよ。全く。うん。その、落ち着かせたいとか寝れないとか、生きる不安とかで、薬を変えたり苦しんだりしてるわけじゃん。副作用と離脱作用っていうのは結構きついからね。うん。うん。その薬そのものの作用じゃなくて、副作用と離脱作用っていうのが結構きついんだよ。うん。わかる。でもさ、それってさ、結局麻薬なわけじゃん。そうだよ。そう。そう。だからさ、心が繊細な同級生はいたんだよ。その保健室にずっと行ってるようなさ、うん、同級生、小学生も中学校も。でも、ろれつは彼女たちは回ってたし、傷つきやすいだけだったんだけど、でも、やっぱり20代、30代って薬を飲んでいくとろれつが回っていかなくなったりとかさ、やっぱり情緒不安定になって、俺絶対さ、もう SSRI であったりとか、そういう睡眠薬であったりとかって、そういう部分だと思うから、これってでも。SSRI はな。うん。そうだな。
薬はさ、詳しくないけど、うん、でも、ドラッグとはよく言ったもんだなって。もう本当に、だから、なんだろう。イリーもうテロと戦争っていう言葉みたいなものでさ、薬とドラッグみたいな。そう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 。いや、同じもんだろうっていう。ただ、うん、イリーガルかリーガルかっていう話だってさ。そう。うん。だからまあ、日本もさ、戦争負けて、ポツダム宣言があって、うん、その GHQ が入ってきたときに、うん、まあ、大麻禁止法だ作って、うん、それを広げたのも、まあ、洋服を作る素材にもなるし、うん、食料にもなるし、うん、薬にもなるっていう、そんだけ便利で金のかからないものを使わせるよりかは、うんもうどっかの国で作られて商品になってるものを引き込んできて、それを売れっていうことでしょ。うん。いや、石油商品買えってことでしょ。うん。まあ、別にでも俺はその辺細かく言いたくないんだよな、もう。ただ単に無駄な態度だけはやめてくれっていうだけ。うん。実際にね、もうほんとそれで人に迷惑かける人いないから。うん。だからさ、逆に合法にした方が迷惑かかるから。うん、合法にした場合の方が遊びで、じゃあ今まで、あ麻薬がどうだどうだ言ってたやつが、麻薬が合法になったって手出して、うん、だからもう、吸ったこともないやつがいきなりさ、1G とか 2G 吸い始めたら、そりゃ、もうお酒飲んだことない人がいきなりさ、ボトル一本飲むようなもんだよ。うん、ああ。うん、使い方は、やっぱし、ね。うん度が過ぎたらやっぱ邪魔になるよね。で、ゲロは吐かない。ゲロは吐かないんだけど、あれは自分で自分を洗脳して追い込んで自ゲロ吐いちゃうんだよね。へぇー。うん。ああ。でもまあまあ、いいんだ。まあその話はまあいいよ。でもまあそういう程度の話だったらいくらでもできるよ、でも。うん。うん。いや、この前さ、なんだっけ、金の話してたじゃん。いや、金と幸せになる話。うん、ああ、はいはい。いや、もうほんと苦しくて、去年半年ぐらいから、うん、生活保護って13万だったわけじゃん。うん。で、13万でここに住んでて、で、要は倍近く20万とか20数万の金、リスナーさんからもらえるようになったわけじゃん。うん。だけど、倍幸せになってないんだよ、俺。もう、すごいなと思って、その、なんだろう、金が幸せになれるって言ってた奴ら、本気で言ってんのかみたいな、こいつら、みたいな。倍幸せになってなくて、でも、100万欲しかったり、1000万欲しかったり、1億円欲しかったりするわけじゃん。もう、これ、きりねえなと思って。そうだよな。靴とか洋服みたいなもんでいいと思うんだけどね。お金っていうのは。だから、こっから、太平洋渡って、大陸行って、うん、大陸歩くときに裸足で歩くより靴履いて歩きたいから、その靴買える金ぐらいは欲しいなって。いや、正しいでしょ。本来の金の使い方だもんね。まあ、極端な表現だけどさ。なんかさ、ビル・ゲイツがさ、ハンバーガーショップの写真がさ、2ちゃんに出回っててさ、俺ビル・ゲイツのその時の顔がめちゃめちゃかっこいいとか思って、ビル・ゲイツの顔ってなんかまぬけだなと思ってたんだけど、ハンバーガーで並んでる時にちょっと侍みたいな顔してて、ハンバーガー屋に並んでるビル・ゲイツすげえかっこいいじゃんとか思ったんだよ。ハンバーガー屋に、ちょっとなんか想像つかないんですけど。いや、すげえかっこよかった、ビル・ゲイツ。あ、そうなの？そう。ちょ、それ後で調べるよ、気になるよ、そう言われたら。だからもう腕組んで、侍みたいな顔して、ハンバーガー、6ドルのハンバーガー買おうとしてなんだよね。6ドルのハンバーガーって言ったら結構な、高級ハンバーガーじゃないですか。なんか流行ってる店らしいよ。セットで6ドルかな。あまあまあ、アメリカ行ったらジャッキン食いな、ジャッキン。ジャッキン？ジャックインザボックス。ん？ハワイにもあるらしいわ。この前ハワイから配信してる子の枠見てるときにずっと言ってたよ。あの子もバーガーあいつ食ってねえだろ、ジャッキンクソ。そう、食えって言ったんだけど、俺。
ジャッキーの美味しいの。ハンバーガー？うん、ハンバーガー。ま、丸いのもあれば、ちょっと四角くて細長いようなハンバーガーがある、うん。はいはい。ジャックインザボックスって検索すりゃ出る、これは、うん。あの、主にカリフォルニア。で、うん、あの、東海岸行くと、あんまりない。うん、お西海岸系だね、ジャックインは。日本でもあるのかもしんないけど。でも聞いたことないから、ね、ないんじゃないですか。うん。海外での生活すげえ長いんだっけ、カオス。どれくらいなんだっけ。まあ、全部合わせたら、全部、その切れてる部分もあるんだけど、うん、その切れてる年数を引っこ抜いて合わせたら、18年、8ヶ月とか、そのぐらい。18年も海外にいたの？うん。ほう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 。うん、アメリカ大陸だけで言えば10年。あ、じゃあアメリカが一番長かったんだ。アメリカ大陸遠いからさ、ちょんって帰ってこれないじゃん。だよね。で、ユーラシア大陸の時は、あの、船でも飛行機でもピョンって帰ってこれる。でもピョンって帰ってきても、まあ、2年、3年もいないよ。いない、あ、日本遊びに来るとこで住むのは、その時はタイだった、うん、俺は。タイが仕事もちゃんと持ってたし。うん。うん、いや、まあ今はわからない。その当時は住みやすかった。ただ、うん、あの、タクシン大統領に変わってから色々とね、うん、あの、社会が変わり始めたの、タイの。そこら辺から、うん、もうそろそろタイも終わるかなって思って、で、最後に、うん、あの、まあ、ここには今人がいっぱいいるから俺の枠と違って知ってる人もいると思うけど、MP ツアーっていうツアー会社があったんだよ。うん、で、その MP ツアーのホームページの立ち上げから全てを、うん、あの、やってくれないかって言われて、うん、で、5000ドルもらったんだよ。うんうん、で、その5000ドルで、うん、やったの、それを。へぇー。で、うん、まあ余ったお金、仕事やり終わって余ったお金で少し遊んで暮らしてたんだけど、うん、ちょっとまあ久しぶりに日本にも戻ってみるかと思って日本に戻って、うん、で3年間日本回ってたの。で、うん、長野の大鹿村、長野に大鹿村っていう村があるんだけど、うん、そこの村に住民票を入れて、うん、で、まあ日本回って、うん、で、3年目に、またタイに戻ろうと思って、まだその当時は E チケットの時代だったんだよ。携帯でパンパン、こう、うん、飛行機チケット買える時代じゃなかったから、うん、船で行くか、まあ、新幹人号って、上海まで行く船があるんだけど、うん、その新幹人号を大阪から乗って行くか、大阪から飛行機でタイまで飛ぶか、うんうん、それを相談しに行こうと思って HIS に行ったの。うん、したら、壁に、ロサンゼルス、5万7千円だっけな、うん、か、なんかっていう安いチケットの、広告が貼ってあったから、うん、あれいいねって言って、でもあれ4日間ですよって言われて、ああ、4日でもいいですよって言って、それを買って、うん、で、ね、行ったの。4日のチケットで行って4日で帰ってくるわけないじゃん。帰りのチケットは捨てるもんじゃん。向こうで買えばいいじゃん、だって。ああ。本当はダメなんだよ。ダメだって言われてるけど、違反ではないからさ、それは。基本的に、長期旅行やる人はみんなやることだったから。今ちょっと厳しくなってるけど。すげえな。旅人の発想だよね。ま本当に。え、でも、あれだよ。うん、例えば、まあ、俺がバンコクにいた頃、カオさんにいた頃、宿行くじゃん。うん、18人で一部屋とかの宿、部屋とかに入るじゃん。うん、で、もう毎日毎日人の入れ替わりがあるわけよ。うん、で、今日日本から来ましたって。うん、ちょっと今、ガンジャ買っていくから、つって、で、ガンジャ持ってきて、ジョイント巻いたんで一緒にすいませんかって声かけてくんの。うん、ああ、すいましょう、すいましょうって言って。あれ、うん、このローチなんかちょっとすっげえ、このローチなんか硬くて長くねって言ったら、ああ、それ、帰りのチケットなんですよ、とか。うん、か、いいね、いい逆だ。そういうふうに言われるんだよ。映画の逆だ。そういうノリなの、本当に。
そういうところだったんだよ。おー、かっこいいな、今の。VS ゲストハウスとか、まあ、知ってる人は知ってるよ。VS ゲストハウスとか、MP ツアーのことは。VS ゲストハウスなんか2週間泊まってたら、うん、一度は死体運びのバイトしなきゃいけねえからな。まあ、まあ、いいことを話してるわけではないけど、これも一つの現実で、うん、まあ、トラベラーというか、バックパッカーというか、うん、まあ、そういった遊びをね、うん、遊びとか生き方をしている人の文化の一つだよ。うん、それも年々変化してる。日本にどれくらいいんの、そういうカオスみたいな人って。日本人超いっぱいだな。俺初めて行った時に若い人いっぱいいるなと思って、で、いくつなのって聞いたら17歳ですとか言って。うん、って、いつ日本出たのって言ったら2年前って。じゃあ15で日本出て、で、今何これから日本に帰るのって言ったらそう。うん、どういう旅してきたのって聞いたらアフリカ回って、で、北上して、あの、スペイン入って、スペインからヨーロッパ抜けて、中央アジア抜けて、で、そのまま陸路で、ぐるっと中国から回ってこないと、タイに来れないからさ。何？電波少年みたいに、現地で金稼ぎながら生活してんの？彼らは。いや、余裕で。俺だって現地で、日本よりも現地の方がよっぽど金稼げるよ。日本がうるさいんだよ。なんもうさ、なんかがないからダメとか、ダメとか、うん、これとか。いいんだって、別に。何じゃあ、その、うん、仕事くれって言ったら、あそこで並んでたら朝何時にやったら仕事くれる人来るよ、みたいなノリなの。例えばね、うん、俺がメキシコにいるときに、一番最初にやり始めたことは、うん、あの、山に行くの。山、ほう。山、うん、あの、あれだよ。また単語出なくなっちゃった。アンバー。ああ、ブルーアンバーだ、うんうん。で、世界で4番目に大きい山なんだよ、うん、そのアンバーの。で、そこの採掘所があるんだけど、そこに行って、うん、そこで買うんじゃないんだよ。その町に行くの、まず。うん、で、宿を取るの。ほう。宿を取って寝るの。うん。すると夜、コン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 、コン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 って人が来るんだ。で、なんだってガチャッと開けると、全然知らないおじさんが、こう、ブワカーって服とか開いて、中にこんなでっかいアンバーがっつりいっぱい持ってる。で、ちょっと考えるんだよね。なんでこういう売り方してる、ああ、そうか、この人は、あそこのアンバー業者で働いているアンバーを回収して、で、それを業者さんのところにこう届けることを仕事としているのを横取りしてこう隠し持って、で、仕事が終わった時に、俺らみたいなやつに売りに来るんだなって。はい、はいはいはい。だからまあ磨き込んでないアンバーだから、うん、もう本当にこう見ないとわかんない。うん、虫眼鏡で。で、物によっては中にちゃんとあの葉っぱの、うん、すげえ、いろんな、こう、跡が残ってたりとか、虫が入ってたりとか、そういうのがあるんだよ。うん、で、物によっては簡単に砕けちゃうやつもあれば、レッドアンバー。うん、レッドアンバーってすっごい柔らかいからすぐ割れちゃうんだけど。で、だいたいこんくらいの、あの、なんだっけ、野球じゃなくて野球の一個大きいボール、あれ、ベースボール。うん、ベースボールの大きさぐらいのアンバーがだいたい20ドル。20ドル？マジで？で、それを、はあ、うん。で、まあ、ものにもよるんだけど、俺が見つけたやつは、うん、本当に質が良かった、はあ。で、それを4等分にカットして、はあ、で、軽く磨き入れて、はあ、で、まあそこはね、あの、もうこれさ、話したらもう超長い話になるから。いいよ、聞かせて。でも、だいぶじゃあもう、端折っていくわ。あの、地域名とかも全部出して喋っていけるんだけど、これもう、端折っていく。行こう。もう、行きたいやつはもう自分で調べて行ってくれと、うん。まあ、とりあえずそれをね、まあ、そこに一番近い、一番大きな、まともな旅行者のよく集まる街に移動するわけですよ、うん、それを持って。で、みんな、いろんな旅行者が泊まってるような宿に泊まって、そこでガリガリ削りながらアクセサリーを作るの。ほう。
おで、その作った石をね、街の中にある店に、これいくらで仕入れるって聞いたら、1000ドルとかね。ほーも、うん、すごい金額なの。2000円で仕入れて、アクセサリーホテルで磨いて、2000で仕入れて、4等分に割ったうちの一つを磨いて、1000ドル。で、残った分は、もう自分が移動生活しながら、もう暇な時に道端に布木で引いて、座ってゴリゴリ削りながら、こういうね、映ってねえかな、俺。映ってないな。まあ、糸があるんだけど、糸をこう編み込んでって、ミサンガ作る。アクセサリー作る。作る。ミサンガ作るのにちょっと近い。で、あとは、ペンチでクッククッってやって、キュッてやって、クレイジーアイ、まあ、英語で言うとクレイジーアイ、オホデロッホっていうね、まあ、渦巻きの、わかるわかる、四角い塊で、こう、ピッてできるやつだ。で、こう、くるくるって、あれは銅と銀の、混ざった針金みたいなものなんだよ。で、それをこう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 って叩いて形ちょっと変えて、で、ちょっと削って模様つけてあげて。で、そういうのをもう何十個も何十個も何十個も作って布切れに並べるんだよ。なんかさ、それ聞いてた風のね、もののけ姫のアッシャカの金みたいな話だな、みたいな。わかんないよ、それ。いや、でも、横で、いや、すげえな。すげえな。でも、それが当たり前なんだよ。いや、アメリカ大陸の旅行のスタイルっていうのは。だって、横で一緒にやってるやつ、ブラジル人だったりとか、フランス人だったりとか、日本人がただいないだけで、メキシコ人だってやってるんだよ。で、日本人の美味しいとこは、さらにもっと楽な方法を発見したの。なになに？え、これを紙切れだとするじゃん。おう。もうこれが、だいたい1枚、1.5 ミリぐらいの厚さの紙切れをこうやって積んで置くの、テーブルの上に。で、こうやってずっと座って、で、こう1枚取って、よっつって、Where are you from? って、お前どっから来たのつって、俺アメリカから来たって。What's your name? つったら、My name is John. つったら、なるほど。ジョンね。Okay. なるほど。わかった。で、こう筆で、日本語で、ジョンって書くの。で、ほら、It's John. これ日本語。I'm Japanese. って。で、その周りに、こうなんかちょっと日本風の、筆ペンってさ、こうやってギュッて押して、力抜きながらスーってあげて、キュッってやって、離して、ぴょんってやって、ぐって押して、シューって引いて、くって押さえて、ポンって押すとさ、竹が描けるじゃん。それで、もう後ろで聞けばわかるでしょ、絶対。そう。彼女に聞けば絶対わかると思う。そうやって筆で、竹林描いたりとかできるからさ。それだけなんか日本画っぽく見えたりするわけよ。そう、それがだいたい30ドルとか20ドル。ええー。アンバー磨くより全然効率いいじゃん。効率いいよ。ね、で、さらにそっから先に進んだ俺は、あれだもん、カリフォルニアロールを売るっていうことをし始めた。何でもかんでもやって、で、一番最後にやって俺が捕まったのが、メキシコ国内で元からある、ボリジェーロっていう仕事なんだよね。ボリジェーロ。パン屋さん。日本で言う、石焼き芋屋さんみたいな。おお、移動販売。段ボール箱。そう、段ボール箱をこう担いで、段ボール箱の中に100本ぐらいフランスパンを入れる。で、ちょっとうるさいかな。大丈夫か。ボリーオボリーオカリエンティートボリーオカリエンティートって言いながら歩くの。そうすると、すっげえ遠くの方の家の窓とかから、おばちゃんが、ボリジェロー!って呼んでくるんだ。ほー。
あ、行く行く行く、待っててっつって、もう階段500段ぐらい登ってそこまで行くと、うん、あんたのとこのボリーはいいわね。あ、このボリーよと、うん、このボリーよと、このボリーよ。で、ここ、ここから、ああ、息子、息子、どのボリー場が欲しい？あ、このボリー場が欲しいのね。はい、息子さんね。はい。で、お金もらうの。で、そのボリー場が大体、うん、2個で20ペソ。うんほうほうほう。で、うち、半分は俺の収益。おー。半々なんだよ、半々。うん。折半。で、売れ残りが出ても、まあ、大量の売れ残りを出さない限り怒られない。で、バイクで売る人は、もう、1日に500本とか売りに違う街に行ったりする。うんでも俺は、歩きだから、自分の、もう、野宿してる村、うん。その村で売ってた。いや、だよな。いや、いや、だ、やっぱ、すげえな。うん。ボリジェーロはでもいいよ。うん、すげえいい。で、街、子供がいてね、子供が。うん、で、こう、段ボール背負って歩いてて、うん、ボリジェーロ。これ、配信時でもよく話してたんだけど、前。うん、で、ボリーよー、ボリーよーとか言いながら歩いてると、子供が、うん、え、チーノーって声かけてくんの。うん。でチーノって、まあ中国人のことなんだけど、うん、まあ俺らからしてみたらさ、メキシコ人もグアテマラ人も区別つかないじゃん。うんうん、だからそれでしょ、うん、別にもう腹も立たないわけよ。わかるわかる。チーノチーノ言われて、うん、あ、なんだよ、つって、うん、ちょっとこっち来いよ、って、うん、ベンガレベンガレって言ってくるから、うん、あって。いや、俺今、パン売ってんだしな。NO! って。子供たちに、NO! って言うと、なんでだよって言うから、およそいハポネスだ。俺は日本人だし、俺は犬じゃねえって。言うと、8人ぐらいの子供がナイフとかシャキ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 しながら結構寄ってくるんだよね。やば。でももう子供なのガキなんだよ。ガキなの。で、俺はボリジェーロで村中の人に知られてんの。おな、要は悪ガキで悪ガキ。あで、お前なんでボリジェーロやってんだよって言うから、いや、金ねえし、住むとこもねえし、いいじゃねえかって、お前買うのか買わねえのかって聞いたら、いや、買いたいんだよな。な、みんな買いたいよな。かわいい。買いたい。腹減ってるって。そうかって。いくら持ってんのって言ったら、50ペソぐらい結構買えんじゃねえかって。5本しか買えねえじゃんって。お前、8人ぐらいいるけど5本でいいから、うん、いや、10本ぐらい欲しい。お前なんかすげえ今美味しそうなの吸ってんじゃんって言った。あ、モタで、ガンジャーのことなんだけど。あ、モタお前モタ好きなのって聞いてくるから、好きだよ。って子供悩みながら悩んでんの子供どうすっかみたいな。ちょっと待って、ってくれるんだよ。いいねでくれた時点でもう分かった、じゃあもうお前ら15本やるよって、うん、でもまた明日もここ通るから、うん、明日は普通にジョイント1本巻いといてくれたら、うん、お前ら金払わないで俺らパンやるからって、うんで、仲良くなる。いいね。で、大体、こう、ルートが決まってくるわけよ。いや、だからさ、それだよ。それだよ、本当に。で、まあ、まあ、その村もずっとやってて、違う村でもやりてえなと思って、違う村でもやってるときに、結構、まあ、毎回必ず殴り合いにはなるのよ。仕事始めると。やっぱ、いや、ここは俺のルートだから、そう。で、バイクで売り回ってる人とかに、ぶん殴られて、お前みたいな新人がなんでここで俺の客に行って。いや、もう俺だって必死だからさ、売るよ。もう売るっていうか、やるの？繰り返すよ。あ、やるんだ。やる。意外に。俺は弱いけど、やる。あ、やるんだ。で、ここには歯あるけど、この歯、俺、日本帰ってきて、2年間なかったからね、この歯。入れたんだ。入れて、やっとく入れた。4回気絶しても、俺、メキシコで。マジか。メキシコ人腕っぷし強そうだもんね。
そうだね。でもパンチは痛くないよ。日本人のパンチの方が痛い。重い。重くて、頑丈だけど、硬くない。うんあだから、多分、チンコもそんな感じなんじゃない多分、チンコもそんなでかくないよ、メキシコ人。はい、身長150センチぐらいだし。へぇ面白いな。ただ、海沿いのメキシコ人は強い。なんかね、なんかね、俺ね、カオスの話聞いてて、小学生の頃にさ、通学路あんじゃん。うん。そこにさ、ガラスのプリズム、俺らプリズムって呼んでたんだけど、ガラスを三角形にカットしてるのを売ってるおじさんがいるのよ。段ボール広げて。それ思い出したね。で、それ、太陽光に当てると虹が作れんの。光の反射で。ね。いいじゃん、死んじゃん。そう。だからね、なんか、そういう人っていなくなったな、みたいな。まあ、今の時代の日本でそれをやってもさ、なんか、こじきがゴミ売ってるみたいに思われちゃうんじゃない？そうそうそう。こういう国だと。多分ね、おじさんは、なんか、ガラス工場のなんか、なんか、作業員かなんかでさ、でも子供が好きだから多分それ作って、なんか400円とか300円とか、高いので800円とかで売ってたんだけど、金儲けでやってるんじゃないんだよね、多分ね、そのおじさんは。なんか、子供を喜ばせたくて、で、ちょっとお小遣いになったらいいなの感覚で。だから、あれしょ、そこに住んでる人なの。わかんないの。でも。旅人なんじゃない？渡りっていう旅人が日本にもいるんだよ。あ、そうなんだ。いや、うん、俺ね、一回しか見なかったんだけど、うん、みんな、プリズムが次の日話題になるわけよ。プリズム買ったみたいな。うん、俺買ったよ、みたいな。で、プリズムのおじさんいるかなつって、いたつって、俺絶対買いたかったの、プリズムを。欲しい、ね。だけど、うん、そう、300円持ってなくて、俺小遣いないから、で、みんなプリズム持ってて、うん、おじさんはどっかに行ったから、渡りだったのかもしんない。渡りはね、季節労働者だから、うん、ああ。いなくなるよ。ある一定の時期を過ぎると。ね、あとは包丁研ぎで旅してる人とかもいたからね、昔。で、今は、ま、基本的には、うん、あれ、魚の缶詰作ってる工場と、うん、あと沖縄の、うん、お砂糖作る工場。そこの横断をひたすら繰り返す渡りっていう人たち。うん、へー。なんかね、でも、ほら、うん、配信者がステッカー売っててさ、通報するバカがいるじゃん。だから、要は、配信者にとってのステッカーもそれなわけじゃん。パンなのか、アンバーなのか、うん、筆で書いた感じなのかってステッカーなわけじゃん。人によってはアンバーと同等の、価値のあるものかもしれないよ。その、配信者さんのこと、ものすごく好きな人かもしれないからね。いや、だから。それを通報するのどうかとは思うよ。ねえ、なんか悲しいよね。そう。だから、通報をするんだったら、うん、服屋の店員の店長さんが通報をするとかならわかるけど、うん、全然関係ない人が通報するのなんて、うん、それに従う警察官の頭がどうかしてんじゃねえかって思うよ。ね、うん、俺だから、家に警官来るじゃん、やっぱ配信やってて。で、うん、なんで来たのって何にも悪いことやってなくて、ここ俺の部屋だよって言ったら、いや、通報が入ったんですよ、みたいな。何言ってんすか、うん、まあ、うちも来るよ。うん。いや通報入ったんですよじゃねえよみたいな、いや仕事だから俺らって言うんだけど、うん、いや何回も来てるからわかるよねって言ったら、いや君のことは知ってるよって、わかるよ虚偽通報だよって、うん、でも法律だからって言うから、かなりねその虚偽通報についていろいろまああってね、いろんなことが、うん、区役所に連絡されたりとか、家に警察呼ばれたりとか。うん、で、それらについて、情報源になる部分ね。うん、まあ、例えば、タヌキだったり、ニチャンだったり、ゴチャンだったりとか、うん、警察知らねえんだよ。バカだね。そうだよね。だから、地元の交番に行っても、それを話しても通じないの。うん、だから、本社の方に行くの、警察の。うん、で、そっちに行って、うん、で、まあ、あ、警察署の方に、ね。そう、書ってあっちあそこ、地名が出ねえんだよ、いつも。天皇陛下が住んでるとこだよ。
そう。どこだろう、うん、わかんないけど、うん、あ。まあ行くんだわ。で、そっち行って、うん、まあ、一応相談したことはあるんですよって。で、これは何の犯罪でも何でもない。俺は別に何も悪いことはされてないし、うん、これをやってる人は犯罪者ではない。うん、だけど、こういうことが今、文化の中で起きて、これからどうなるかという想像をどうしても聞いてほしいっていう相談をして、話をしに行くことがある、うんうん。で、その相談っていうのは、例えば、まあ、こういうね、配信できるソフトがある、アプリがある。携帯電話1個で誰でも配信ができる。中学生でも高校生でも女の子でも男の子でも誰でもできるんですよって。こういうおもちゃが今出回っている。そこまではわかりますよね、うん。で、これをやることによって、じゃあこれに対して今度はちょっかい出す。うん、落書きする、文句言う、褒める、うん、好きだっていう、遊ぼうっていう、友達になる、やろうっていう、うん、まあいろんなタイプの人がいる、うん。で、こういうところもあるんですよっていう、こう、便所の落書きみたいな、まあね。まあ、兄ちゃんだったりとか。まあ、俺別に兄ちゃんのことを悪く言ってないよ。うんうん、で、タヌキのことも本当に、本心で言えば、それほど嫌いじゃないんだ、俺。タヌキのこと。うん、だけど、悪いものではない。うん、けど、危険なものなんだよって。うん、で、そこに、どういうものがあるか、どういうことが起きるかっていうのを全部説明していくの。うん、警察署で。で、うん、はぁ、あ、はぁ、あ。ふんふんみたいになってくるわけよ、うん。で、じゃあ、例えば今こうやって撮ってて、こうやって話してて、で、俺の名前も全部ここで流れてて、うん、で、全部ここに載るでしょって。で、いろいろ悪口書かれて、嫌がらせされるじゃん。住所もバレちゃうじゃん。うん、それが嫌になって、親に怒られて、自分がやってた楽しいこともできなくなって、自殺したやつが今何人いるか知ってますかって、警察に言った、うん。うん。で、警察はそれを知った。うんうん、まあ、これは、うん、俺はさ、配信という文化がすごく好きだから、別に裏で悪口言おうが、うん、アンチをしようが、人をバカにしようが、そういう行為に対して悪いとは思わないんだ。うんうん、だけど、度が過ぎるとね、うんうん、そういう風になっちゃう現状がもう現に起きてるんだよ。うん、そういうことがあるっていうのを、やっぱし、うんバカな警察に、うん、頭の悪い、うん、言ってやろうと嫌いだからね嫌いだからねなら外で配信すんなとかそんなことにケチつける前にこっちの方先に見ろよって、うん、いや本当にそうよね、うん、学校でいじめられてても配信してる時だけは気分がいいから、うん、気持ちよく外を歩けた子が、うんうん、ある日突然タヌキの存在を知って、そこで書かれてるものを読んで、それにショックを受けて、電車の線路に飛び込んでしまいましたって。うん。ああ、うん。その気持ちすげえよくわかるよって。うん。俺は思うよ。うん。だから、警察官のあなたは、その気持ちわかりませんかって言ったら。ってなる。うん。まあ、わかるわからないとは言えないよ、警察の仕事上。だけど、うんうん、そんなことになっちゃってんのかっていうところはね、うん、で、それをやった人、うん、そういうことに追い込んだ人を犯人として逮捕しろって言ってるんじゃなくて、うん、そういうことが起きてる現状なんだよっていう、ね、そう現実なんだよっていうのを言いに行っているだけ。なるほど。だから、もしもね、仮に今ここで、うん別にいいよ。やめたくない人はやめなくても。うん、ただ、ワド君のことを、すごい悪口ばーってね、うんここで言うのはいいよ。別に配信上で。いや、まあ、俺ね、俺ね。でもどっかいろんなとこでなんかね、ほんとね、足引っ張ったりするようなことやってるやつは、うん、やめなくてもいいけど、俺ね、やめた方がいいよ。一個言いたいことがあって、そのね、うん、俺を攻撃するのは、俺は嫌だよ。すごく嫌だ。うん、分かってる。俺だって嫌だよ。だけど、俺は、その、ある程度腹をくくってこれをやってるわけだから、うん、そこは仕方ない部分だと思うの。だけど、うん、俺も分かるそこは、うん。だけど、のりこの本名を最近、狐で連投するバカが出てきて、で、のりこに相談したのよ。うん、その、俺は地道にブロック入れてたんだけど、もう止まらないわけ。うん、
ねえ、のんちゃん嫌じゃないっつって。いや、でも、和道さん好きだから、しょうがないよって、うん、私は連れられちゃうのって。俺は、でも、それすごく卑怯な行為だと思ってて、彼女は何の日もないし、配信者でもないわけだから、彼女を攻撃しても、良くないと。でね、もっと言おうか、あのね、彼女の本名を知ってるやつって、リスナーで一人だけなんだよ。つまりね、そいつが、そう。いや、俺は、そいつが書いてるとは思わない。俺とのりこは思わない。でも、そいつが喋ったっていうのは間違いないんだよ。だからね、それってすごく、ね、情報源になってるわ、ね。そう、うん。そう。だから、それってすごく悲しいねっていう話をのりことしてね。悲しいね、うん。うん。そう。それを悪用する。で、誰が書いてるかも大体想像ついてる。だけどね。うん、まあな。そう。誰が書いてるかも全然想像がついてる。だけどね、すごくね。うん。うん、やめろとは言わないけど、やめた方がいいよって、深く言う、うん、俺は、うん。幸せになれたよ、それをやる人をね。そう。そうそう。その、もちろん、そういうことをやられては、和道くんとかに対しては、やめてもらった方がいいよね、と言うよ、もちろん。だけど、それをやってるやつに言葉が今もし届くとしたら、うん、絶対そんなことやんなよとは言わないよ、俺は。ただやめた方がいいよ。うん、今後の時間の流れのことを考えてみたら、うん、自分が一番怖い思いすることになるから。そう。そう。っていう立場の立ち位置、俺は。うん。うん、俺にやっていくんだったら、お前は俺にやっていくんじゃねえよって。俺お前の住所分かったらぶん殴りに行くからな、ぐらいしか言わない。うんうん、けど、うん、そうじゃなくて、うん、本当にそれが、だって、うん、もうあと1年経つか分かんない。1年か2年経ったらもう、ピンポン来るよ、警察、家に。いや、来ると思う。書いてるやつ。俺もそう思う。そう思う、うん、俺も。だって今、俺さ、うん、まあ、ウェブでね、うん、TOR、わかる、うん、TOR。TOR、オニオン、ドットオニオンっていう、まあ、その、ウェブ、世界があるわけよ、うん。ドットオニオン。普通のインターネット、普通のインターネットじゃ入り込んでいけない、その、ネットの接続。うんうんうん。で、そっちの世界って、匿名性すごく高いのよ。うん。で、例えば、一人いくらで殺しますとか、拳銃送りますとか、うん、まあ、日本人のやつはかなりそう、ディープネット、とか、あと、まあ、麻薬売るとか。昔の友人みたいなもん。よりも、もっと、まあ、ウィニーの頃よりも、もっとこう、うん、ディープな。なんか分かれてる。アンダーグラウンド、うん、ね、プロトコルが違うの。だから、道路が違うの。情報の流れている、うん、線が違うの。昔は同じ線上でも、うん、ね、やり方次第では、うん、匿名でこうやり取りできたんだけど、うん、今は完全にパンゲアが離れた。うーん、アメリカ大陸とヨーロッパ大陸になりましたぐらいの離れ具合だよ。うんうんうん、ちょい前までだったら、うん、あれがあったよ。なんだあれ。ほら。ほら。また単語出なくなっちゃった。あれ。あれ、なんだっけ、あれ。アメリカのね、政府に潰された裏、うん、裏の世界があったんだよ。アメリカ政府に潰された裏の世界。うん、詳しい人は多分わかる。全然有名なね、サイトだったよ。ビットコインさえあれば、まずビットコインも匿名で買えるんだよ。うん、そう、シルクロード。さすがだね、和道くんところに行く人来る人って、もうほんとすごいね、うん、ここにいる人たち。そう、うん。シルクロード2っていうのも今立ち上がってるけどね、4とか。うん、まあ、でそういうのもあってね。うん、まあ、俺一体何が言いたかったんだって。いや、だからその、すげえ世界観だ。すごいディープな、人も殺すし、麻薬は、
とか。うん、いや、まあそういう世界があるんだけども、うん、と、ちょっと戻そうと思った話があったんだけど、俺今さ、うん、脳の接続が一回外れるとはまなくなっちゃうんだよ、まだ。うん。こっち側が。いいよ。すごいね、ディープネット。うん、まあ、でも、ディープネットってのはそういうネットがあってね。うん。あ、そうそう、思い出した。うん、思い出したよ。そのディープネット世界でさえ、もう、宇宙住所わかるよ、多分。調べる人が調べたら。あの世界の中で動いてる中でも。そんくらい、俺らが今使ってるこの携帯電話だったりとか、うん、このパソコンだったりとか、うん、匿名性で2チャンネルだったりとか、うん、警察は調べる気になったら一瞬で出ちゃうよ。うん、だから、その嫌がらせをしたね、うん、ワド君たちに嫌がらせをした人のこと、うん、まあ、今のところ罪にはまあなってないだろう、うん、嫌がらせ程度で。まだ、うん、すごく嫌な嫌がらせだと思うけど、うん、まあでも法律とか国のことで言ったら、うん、罪にはなってないと思う。ただ、訴えたら多分捕まえてくれるよね。勝てる。間違いなく。すぐ行けるようになる。うん、もう、うん、だって、プロバイダーが、プロバイダーまで割っちゃえば、うん、もうあとはだって住所出て、うん、出てるじゃん、うん。解析するまで待つだけだもんね。アプリもあるよ、俺。持ってるよ、今。その割り出しのアプリ。いや、それ、うん。おい、要はさ、配信者やってるとわかるけどさ、要はさ、敵もできるけど、正義の味方のスーパーネットマンみたいなリスナーが出てきてさ、このアプリ使ったらリスナーの家、半径200メートル以内だったらわかるよとか、バンバンくれるわけじゃん。そう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 。で、本当にさ、すごい人いっぱいいるよね。そうそうそう。だからさ、うん、友達の家とかでさ、やってみたらさ、うわ、本当に当たってるとかさ、検証できてさ、やっぱいろいろ教えてくれるし、俺も、あ、このエリアに住んでるの、こいつじゃねえか、このリスナーじゃねえかとかわかるんだけど、そんなの言わないし、うん、言っても意味ないから。うん、そう。だけど、いや、まあ、本当、ねえ、何事かでもことがない限りは、まあ、別に嫌で済ますようにはしてる。うん、だって普通に面白い人と知り合えたりとか、うん、話したいこと話せたりとか、うん、面白いこと教えてくれる人が来てくれたりとか、そっちの方が全然さ、うん、価値があるじゃん、うん、そういう嫌なやつを潰す行為よりも、うん、時間もったいないしね、もったいない、うん、だからもしそういうね、なんか潰すような行為をやってる人も乗り換えたいんだったら、うん、そろそろ時期じゃねえか、うん、乗り換える。いや、いや、本当にそうだと思う。気持ちわかるよ。別に。うん、気持ちわかるし、うん、俺ら敵なのかっていうね。で、こっちの世界に上がってきたとしても、うん、別に何も俺らはしないよ、うん。うん。僕、元暴走族だったんですって言われても、へーって面白かったでしょ、うん、っていうぐらいじゃん、うん。うん。本当にそう。なんか面白いネタないのっていう。そうそう。ね。それぐらいしかない。俺、あの配信者ぶっ潰したの俺なんすよ、つって。それ、他の人に言っちゃダメだよ、とか。うん、そういうぐらいの絡みにしかならない。うん、それ、ならない。それ以上ないの、ないよ、うん。お前そんなことやってたやつなのか、じゃあ俺が今ぶっ殺してやるみたいになるわけ、うん、ないじゃん、うん。ならない。やられる側の人間なんてのは、もっと心広いんだから。うんうん、でもやめるよね。俺は散々馬鹿にされるし、されるからさ、まあ何言われてもいいんだよ。うん。やめる。やめれないとしたらもう年齢的な問題かもしれない。でもそういう人は多分ついてけなくなるよ。多分口すら知らないと思うよ、多分。そもそも。ああ、なるほど、ね。だからもうそういうレベルじゃないんだって。本当にだから馬鹿が書いちゃってるんだって。うん、ああ、もう、中学生とかでいるよね。そう、そうそうそう。あの、ツイッターとかにクラス名とかも書いちゃうような。そうそうそう。いる。だから、まあ、それにちょっとだけ近い流れで心配なことが一瞬起きたのが、さっきの和道くんと、和道くんのここに喋りに来てた人。うんうんが、だから、ほら、地元一緒なんですかのとこで、ちょっと俺、ピクインってスイッチが入ったんだよ。彼は、ね。あ、この人、配信、これからやろうとしてるのに、うん、しかも、この、
この和道サイトの中で、自分の地元のことを喋れるのか、それとも喋ったらどうなるか想像もついてないから喋るのか、どっちなんだろうって考えたんだよ。いや、後者だよ、後者だよ。そう。で、ちょっと聞いたらやっぱ後者だったから、だから、家バレちゃいますよって、コメントで一応入れといたの。これはワドグに対して住所バレちゃいますよじゃないんだよ。わかるわかる。ワドグに対して住所バレちゃいますよなんて意味ないからもう。だって。いや、でもね、結局ね、結局、いや、結局ね、でもね、住所が割れて、あの、やめなきゃいけない人は、結局、配信者で人数集めるっていう段階の時期じゃないんだよ、今。うん。まあ、俺は配信者じゃないから、できれば住所知られたくないけどね。わかる、いや、わかる。俺は配信者だっていう人は多いけど、俺は配信者じゃないからね。うん。まあ、それは、まあ、なんて言われてもいい。配信者だよって言われたら、うん、わかったって、納得もするけど、でも、俺が自分を何かと言えば、配信者だとは言わない。あのね、クモもね、一個答えるとね、実害っていう実害は一回もない。要はね、面白い。警察であったりとか、DM で嫌がらせ画像とか、リンクを貼るとか、いたずら電話。要は、来れない。リアルに絶対来ない、うん。お前今から家に行くぞって言って来た試しがない。ない。だから。逆に、リスナーさんで来てくれる人はいるよね。うん。いい、届け物であったり、ドアノブ先輩だったり、郵送の甘岐阜ね、こういうのとか、いくらでもある、こういうのは。だけど、嫌がらせは他人の力で嫌がらせをしようとするの。だから、そこは悲しいよね。まあ、ニコ生ぐらいだろうね。本当に、じゃあ今からぶん殴りに行くよ、つって本当に殴りに来る人がいるのってニコ生世代だと思うわ。うん、でもね、多分それね、生主、それは生主同士のトラブルだよ。リスナーと配信者は聞いたことない。そう。うん、配信者と配信者はわかるのよ、ちょっと。ちょっとタバコ取ってくるわ。うん、あ、どうぞ。はい。まあ、配信者はな、まあ配信者だから限度っていうものに一応理解はしてるからな。ただその限度のレベルをどこまで一般人の限度のレベルを飛び越すところを俺らの限度にするかっていう、もうそのギリギリラインまでいけるから、多分すごい大物の配信者として残るんだろうな。こんばんは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 。ちょっとね、同じ学校の卒業生と俺2012年から友達なんだよ。いや、卒業生と一緒だ。あのね、でもその子はね、うん、やってたの何やってたか、絵じゃないんだよね。まあ、今は、なんだあれ、渋谷の隣の駅の会社で働いてんだけどさ。こんばんは。こんばんは。帰ってきた。あ、帰ってきた。おう、おう、おう、おう。まあ、なんか風元気になってよかったね。そうそう、元気になってよかった。なんか、大丈夫そうだ。大丈夫そう。大丈夫そうだ。そう、復活したから。うん。うん。よかった。なんなんだろうね。だから、俺ね、本当にね、俺のこと嫌いなやつ呼んで、マジでちゃんとしっかり話してみたいな。いえ、そんな度胸あるやついないよ。いや、だから、逆にね、知りたい、すごい。なんか、どこからこのモチベーション来んだろうみたいな。なんでそういうことしたくなるのかがよくわかんないんだよね。俺も。動機が知りたい。なんかさ、こう、通りすがりに全然知らない人をディスって、で、また違う配信サイトっていうか、コーナーに行って、またそこでもディスってみて、いろんなとこでディスってみるとか、そういうのはなんとなく想像はつくのね。ちょっと、暴れだな、みたいな。あとは、
すごい人気のある人だから大手のすごい人気のある可愛い女の子がやってる配信とかとあるじゃん。うんうん、そういうとこで一人だけアンチディスをする。うん、イコール、うん、自分だけ扱ってくれる。だから千人見てるのに、アンチの、アンチの一人だけの俺が構ってもらえるわ。っていう。なるほど。そういうことだと思うんだよ。でも、ブロックされたら終わっちゃうのにね、バカだから分かってないのかね。まあね。まあ、俺はでも、あとは、あれだな。うん。まあ、ちょっと怖い系の、だから本当に、その、うん、まあ本当に細かい部分、そのパソコンにも強くて、うん、攻め方もうまく、できる人。うんうん、そういう人たちの恐怖との対応方法をいろいろ考えたのはブリタン、うん。ブリタンの配信を見てる頃、俺はブリタンの配信すごい好きでずっと見てたからさ、うん、一時期。トンソクラブ。そう。うん、俺やっとこだよ。あの、2年ぶりぐらいにブロック解除してもらったよ。もうオワコンじゃねえかよ、ブリコよ。あんなに大手だったのにね。でも、それでも今でも面白いよ、ブリタン。まあ、あの、閲覧が2桁とかだけど、ブリタン面白い話で、うん。うん。だって、あの、なんだっけ、タヌキじゃない、キツネコメントなのに、全員誰だか分かってんだよ、ブリタン。へぇー。やっぱ、その配信してる人ってコメント読んでるうちに分かるじゃん。分かる分かる分かる。癖の強い人は分かるね。分かる分かる。ね。すぐわかる。で、まあ、言い回しや話の内容でわかるじゃん。俺もすぐバレるのよ。バレるの。いや、カオスはわかるよ。すぐバレる。で、俺は隠してもいないしね。うん、隠すんだったら関西弁でコメント書くもん、俺。もう小弁な、うん。うん。いや、でも、で、まあ、それでなんかいろいろ話してて、うん、で、まあ、散々勉強になってよ、あの子のとこでは。ああ。だから、まあ、プロだもんな。プロだよ。うん。いや、本当にそう思う。だから、今時のブリタンが、あの、もうオワコンだからって、俺、冗談で言ってるけど、これは決して馬鹿にしてるわけじゃなくて、うん、ちゃんと知った人以外それを言わないで。うん、彼女のやってきたことを知ってる人は別に冗談でオワコンとか言ってもいいけど、うん、あの、知らない人は馬鹿にするのは、馬鹿にできないぐらいのことをしてきてる人だからね、あの人は。うんうん、スカイプ使ったらどうなるかっていうことすらもう分かってる。分かってるよね。分かってるでしょ。スカイプ立ち上げるだけでも、うん、いちいちやんなきゃいけないことがあるんだっていう。いやでもスカイプは普通にインターネットを利用してるだけの人には、分かんないよ、ね、何がってなる。けど配信してる側の人間にとってやらなきゃいけないことはあるんですよって、うん、そういうの全部教えてくれたのブリタンなんだよ、うん、最初の頃、うん、まあハッキングに対する対抗とかね、うん、だからさドス攻撃とか言っても今通用意味が分かんないだろうね、あの、うん、俺やられてたからさ、そのどうする、鬱陶しいよね、どうしよう、本当に。わかんないでしょ、多分、ふわっちのリスナーさんで、ドス攻撃とか。まあ、多分、うん、あの、初期のキャスの配信やってた人ぐらいまで、ぐらいしかわかんないんじゃない？そうだね。ギリギリだね。うん、ギリギリ、うんあ。もしくはあれで、あそこのサイト、なんだっけあのサイト、あのほら、うん、8人ぐらいでコラボ配信できたサイトあったじゃん。黄色いの。黄色いとこ。わかんない。なんだっけ、名前すごい有名だよ。俺、未だにアカウントあるよ。え、なんだっけ。黄色。すごい有名。すごい有名。あの、アフリカの前に出てた、結構。ユーストリーム？なんだろう。ユーストリームは違う。ユーストリームは、どちらかというと、YouTube 乗り、うん、今の YouTube 乗り。じゃない方。わかんねえな。絶対知ってる人いる。だって、超メジャーサイトだもん。何それ。黄色だったと思うな。俺、そこで俺、九州じゃない、あのね、
台湾で、うん、台湾から配信してる女の子とコラボとっていつも配信してたんだよ。うん、FC2 近い。FC2 は近い。けど、FC2 はほら、まあいろいろ幅広すぎるじゃないですか。うん、じゃなくてもっとなんかツイキャスとか、ニコ生とか、フワッチとかの流れに近い。アフリカとか。わかんねえな。ユーストリーム。ユーストリーム、さっき俺言ったし。今言ったよね。じゃあユーストリームじゃねえ。ユーストリームじゃない。ユーストリーム。ユーストリームじゃない。ユーえ、どこだ？なんか辛くなってきたな、俺の脳みそ。いや、黄色だったような気がすんだよな。で、こう、窓の横に今さ、こう、2画面じゃん。うんうん。2画面じゃん。これがさ、6画面とかにもできるの。わかんない。知らない。オープンレックじゃない。日本のサイト、アメリカにもあった。どっちが本サイトなんだろう。アメリカなのかな？スティッカーも。ごめんよ。俺今ね、違うんだよ。これ脳の、手術の後遺症で。うん。あ、そう、スティッカーも。ありがとう。スティッカーも。ああ、はいはい、スティッカーも。うなちゃんマン出身のサイトじゃん。うわぁ、いや。いや、うなちゃんマンスティッカーも出身じゃないよ。え、違うの？え、うなちゃんマンスティッカーもじゃないでしょ。スティッカーもだよ。だって、通報されたらネタになるってカニ踊りの時あれ、スティッカーもだよ、あれ。あ、そう。そうだよ。スティッカーもの配信者だったんだよ。ドカソだった頃。ポート80とかのあっちじゃなかったんだ。あ、それわかんない。鮫島さんは詳しいけど。鮫島さん方面じゃなかったわけだ。いや、そこもやってるけど、カニ踊りの時はスティッカーもやってたって。鮫島さんの方は鮫島さんの方で、俺のやっぱしまた左側のね、うん、しけったの味噌がね、名前を思い出さないけどね。うん。あ、ピアキャスもあったね、懐かしい。そう、ピアキャス、それ。ねえ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 。ワドロくんね。素晴らしいよ、ここの枠の、ワドロくんの枠のリスナーさんたち。すごいよね。だから、アモちゃんとかも、だから、相当お子さんなんだろうね。素晴らしいよ、本当に。何言ってるか分かんないもん。すごい、なんか、助けてくれる人いっぱい来るんだよ。俺、リハビリ作業を含めて配信してるの。ものすごいスピードでリハビリ進んでるからね、これね。いや、わかるわかる。だいぶ、だって、もう、ほんと、あれだよ、カオスがさ、なんだろう、退院したての頃とか、やっぱカオスリスナー集まってきて、いや、もうダメだなって、カオス元に戻んねえかもしんないって嘆いてたんだもん、ここで。負けるげ勝ち。ほんとに。いやでも本当でもあの時に、そのアンチだった人も、なんか状況を見て、なんかアンチじゃなくなっちゃって、今は普通に付き合いしてくれてる人とかも増えてるしね。だから入院前の頃に、お前アンチだったのになんで今そんな優しいのっていうやつとかもだんだん増えてきちゃって。いいじゃん。なんか、でもそういうやつを他の枠で見た時には、大暴れしてるんだよ。お前やっぱし他じゃアンチじゃん、みたいな。狂犬だから。でも面白い面白い。だから、まあ俺もアンチブロックはしない。それに、あんま嫌いじゃない。ただ、つまんないアンチは、俺は、ブツブツ。海外行けるっていうか、あれだよ。行くよ、俺は。行くけど、パスポートを再発行する、お金を貯められるぐらいまでの仕事ができる、体質になるまでは、もう少しかかるな。一応、病院でも言ったんだ。障害枠でもいいから働けるとこないかなって。じゃあ、あることはあるけどね。まだ副作用できてないんでしょって言われて、もうちょっとそこら辺慣れてからの方がいいんじゃないって言われてて。ダメとは言わないんだよ、お医者さんは。もう1、2年ね、焦らない方がいいと思うよ、俺。俺、あとね、4年か5年で死ぬと思うんだよ。感覚的に。自分の親の歳考えてもそんな感じがする。ああ。
だって親よりももう5年以上長生きしてんだもん。ああ。だから、まあ別に俺ほら3度目だからさ、うん、生きてんの。ああ、殺されかけたってこと？うん、そう、殺されかけたことと、あとはあの、うん、まあ肺が弱いんでね。オーストラリアにいるとき、俺、あの、四つん這いでホテルに帰ったことがあるんで、歩けなくなっちゃって。うん、呼吸ができなくなって、うん。でもその日は次の日にね、目覚めたら治ったんだけど。で、その後日本帰ったら山の中で同じ状態が起きて、ヘリコプターで病院に運ばれて、肺を切り取られたんだけど。肺切ったんだ、すげえな。肺切った。右肺の上がない。へぇ、なるほどね。四五年か。うん。いや、口だけって、そっち聞こえるの耳だけじゃ、ああ、見えてるか。見えてた。口だけじゃないじゃん、見えてんじゃねえか、おめえよ。俺のこと。こういう顔してんだよ、おめえ。どうや。どうや。どうなんだよ。どうなんだよ。俺普段は、あの、こういう配信しないからね。俺はね、あの、和道くんと話したいから今こういう風にやってるけど、俺普段の配信の時は絶対こういう配信しないからね。あ、キモいの？あ、そうか。オナニーでもして。うん。あ、でもね、俺ね、ピザ頼んだんだよ。うん、おあの、100円渡しそびれて後悔してるね。ああ、この前のあれか。そう。いいんだよ。気づいた時にやれば。そう。あって思い出したらブーンって言っちゃって、待ってって言ったんだけど。俺だってなかったらやんないもん。いや、でも。あったらやるけど。あれは大事だと思った。これね、リスナーさん。あの、カオスがやってることをコメントでこの前書いてくれて、ピザ屋の兄ちゃんに100円渡すだけで、ピザ屋の、なんつったっけ？時給。時給が、何円上がるのか。要は、チップ渡すっていうことをやってみると面白いんじゃねっていう提案してくれて。ピザ屋さんのバイトを時給900円とかで働いている人が、うん、まあ、ピザ配達しに行って、うん、帰りには1時間経ちましたと。うん。800円の時給なのに900円だ、やったって。うんうん、まあ別に、なんだ、100円しかくんねえのかよって思われてもいいんだけど、うんうん、でもそれが結果でしょ？そう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 。で、それ確か俺が最低時給を1500円に上げるべきだみたいな枠やってる時にそれ書いてくれたんだよね。和道くん、なんかいい仕事したやつとかに100円を渡し、チップ渡してみたら、できんじゃねえ和道くんが言ってるの、みたいな感じで、うん、それをね、まだ実行できてないから、今度やってみようかな。あの、無理にやることではなくて、ただなんかこう、うん、気分的にさ、うん、なんか、まあ俺もピザ運んだことあるしさ、うん、そういう仕事したこともあるし、うん、まあ いろんなバイトしたことあるじゃん、やっぱ年だし、うん、俺ら。うん、で、うん、まあ親方にさ、缶コーヒー買ってもらうだけでも嬉しいしさ、ねえ、休憩時間になんか、もう、みんなでご飯食べて、お菓子食べて、喋るのも楽しいしさ、うん、それと一緒でなんかせっかく、ねえ、このクソ寒い中さ、うん、40分でピザ届けてくれたさ、うん、高校生の、普通の高校生だよ。うん、やつがもう、もうこの汚ねえマンションに来て、あんたピンポーンみたいでガッチャーンって、はい、ピザ届きましたよ。はい、これとこれとこれとこれで、これレシートねって言った瞬間に、あ、ねえ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 って言った、あって、これ100円あげるって。なんでって。いや、あと10円足せば、安いとこでジュース買えるし、時給今いくらもらってんのって。別にいくらって言わなくてもいいけど、時給これで100円上がったよ、今。ほら。あげるよ、持ってきなよ。って言うと、ちょっとニコってするんだよね。そういうことだよね。いやいや、そういうことだよね。でもこれが、でも、俺からの、俺らの、うん、そのピザ屋に対する俺はもう料金で払ってるから、うん、ピザ代で、うんうん。でもそれを運んでくる君に対する俺は違うんだよっていう気持ちがちょっとあってさ。それってでもさ、そのパン屋をやってたからわかることなんだと思ったの。
日本に普通に生きてたら忘れちゃうことっていうのはさ。あ、じゃあもしかしたらあれだね、数年後ピザ頼んだらピザの中にジョイント入ってるかもしんない。俺いるんだよ。どこの誰とは言わないけど、どこどこ県のピザ屋のバイトの、あのツイッターつながりの人。その人、あの店長を、と一緒にやってんだ。焚き火してるよ。焚き火ピザ屋がどっかにあるんだよ。ようなそう、どっかや。どうとは言わない。もう今もやってるかどうかもわからない。俺がアメリカにいる時に知ったことだから、それは。でもそいつは日本にいるから。あ、俺日本でピザ屋やってんだけど、ちょっと今オージークッシュ持ってんすよ、とか言うから、あ、いいねーって、オージークッシュ吸いながらいい気分でピザ運んでんのって言ったら、そうなんすよ、だピザ食べるたまに間違っちゃうんすよね。で、店長とか大丈夫なのって言ったら、あ、店長大丈夫っすよ、って、この前バレちゃって、店長に座したら店長が、もう出勤した瞬間一本巻いてくれよ、とか言ってくるんすよ、やべえね。面白いね。面白い。いや、でもさ、俺さ、やっぱコンビニとか見てて、うん。例えばだよ、小学6年生とか5年生のキッズに、無機質にありがとうございます言ってんの見るとなんか怖えって思うの。なんか、その、昔のさ、やっぱ田舎で育ったからさ、俺らが子供の頃でやっぱさ、適当じゃん。適当でいいんだよ、うん、仕事なんか。なんか、うん、お前一人で今日買い物来たのか、偉いなとか。なんか、そういう感じだったのに、うん、なんか、無機質な、ほんと、お客様、神様ですを、この子にやるのみたいな。なんか、怖いんだよね、すげえ。でもさ、子供からするとさ、金さえあれば、何でも買えるんだって、うん、無意識に思っちゃうと思うんだよね、あれって。うん。ここにも素敵な人がいるね。うさぎアイコン、うさぎじゃなくてあの、馬アイコンの人。あもちさん、うん、チョコあげて。長くて、俺、老眼でちょっとよく見えないんだけど。うん。チョコあげてんだ。そう、チョコあげてるって。うん。いや、でも、チョコの、そう、お金じゃなくていいんだよね。チョコでも、笑顔でも、言葉でも、何でもいいんだよ。だって寒いもん、今。うん。寒いもん、届け終わって帰るとき、寒いってときにチョコ食べたら、あったけーつって帰るんだよ。そうめっちゃいいね。いいよね。いやいや、ほんとそうなんだよね、うん。いや、うん、そうなんだよね。まさか毒入れてねえよな。まさかブリブリになんないよね、そのチョコ食べて。わかんなーとか言って。なんないよね、ないよね。ないでしょ。大丈夫だよね。ないなんかね、そこまでの、はい。あったかいものがなくなっていってるよね、どんどん。無機質にどんどんなってる。うん、およ、そう見えるだけなのかもしんないけど。無機質な、うん、アイテムちょうだい配信も無機質だ、ね。無機質だよね。すごく仕事やってるみたいになってる。すごいね。違和感感じる、もう。うん、俺はね。うん、これは別に和道くんに勧めるわけじゃないんだけど、うん、俺だってもらえるもんは欲しい。それは和道くんも多分そうだと思う、うん。みんなそうだと思う、配信で枠取ってる人は。うん、だけど、それを取るために枠を立ち上げる人っていうのはほんの一握りだと思うんだよ。で、うん、俺はもう諦めようと思ったの。もう元々を別に、あの、ニューヨークでね、日本人、と話したいから、日本人と話せる配信サイトっていうのをやろうと思ってニューヨークで配信を始めたわけじゃん。だから別に何がもらえるとかどうとかそういう話じゃなかったわけよ。で、そういうところに一回自分を戻してみて、今たどり着いたところがある。今たどり着いたところは、あの、物理的ではなく、こういうデータや音声や映像や、起きてる現実、うん、というものがここに存在してるこの世界、うんうん、この世界よ、この世界、うんうんうん、この世界を維持するためには、うん、延長するためには一回50円というお金が必要になる、うん、俺がどっかに行って何かを撮影したいとか、うん、何かやりたいって思ってて、うん
お金持ってないから行けない、うん、できない、だからやらない、うん、やりたいから金くれとは言いたくはないから、うん、そのことも言わない、うん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 、だけどね、そういう意味で、うん、何か新しい求め方を考えようと思ってる。だから俺のところに来てくれる人たちは結構くれるんだよ、うん、意外と、うん、ただもらいすぎちゃいけないからさ、うん、そうそう、だからなんて言えばいいのかな、うん、そのまあ何も考えないでずーっと喋ってられるようなさ、そのもう延長代とかなんかこう延長代ちょうだいちょうだいなんかちょうだいみたいなことを言わないでも投げてくれる、うん、ようになった人たちがすごく増えてきてくれて、うん、ありがとうって思うので、そのありがとうに対しては俺は喋れることは全て喋ろうっていう答えしかないのよ。本当にそう、うん、本当にそう、難しい、本当にわかる。で、見てるだけの時の心にスイッチを一回切って、うん、誰かの配信を見てるだけになると、うん、こいつくれくれうるせえなーって思うの、うんうん、で、じゃあもし俺が配信者だったら、うん、って思うと、うん、半分ぐらいは言いたくないんだけどな、うん、あのさ、しかもさ、うん、もうね、俺毎日自分から金の話しないってもう本当に今しめてんの。今年のテーマだから。もう収入の話とか金の話、うん、ねだるなんてもっとなんか金の話すらしたくないのよ。だけど、うん、コメント欄で毎日必ず20個、うん、30個、今月どう、うん、儲かってる、今日花火飛んでないなって。もうね、おかしくないですよ、ね。まあね。いや、わかるわかる。やっぱね、ついていけないからね、この変化には。そう。配信やってる人はこの変化についてって、そこに悩みを持つけど、見てる側の人っていうのはそこを。そうだよね。罪はないからね。うん、だから、それは悪いことではないけど、でも俺らにとっては、ちょっとしたストレスにはなるよ、ね。そう、シビアだよね、すごくね。うん。そう。なんかね、そう、ふわっち、すごくいい時期があったじゃん。どれくらい前だろう？ 1 年くらい前かな、うん。そう。あの頃のふわっちの感覚に戻りたいね。配信の感覚っていうか。女の子で、うん。ふわっちで一番最初にチャンピオンになったの誰だか知ってる？うん、知らない。ブリタン。え？リスワン？リスワン、ブリタンだよ。リスワンブリタンなの？そうだよ。え、じゃあ一回ニコ生に戻ってまた帰ってきたって感じなの？ブリタンって。じゃあ、多分女性チャンピオンっていう意味だと思う。へぇー。知らなかったな。で、それ以来やんなくなったんだよ。うん、また。へぇー。あ、そうだったんだ。で、アフリカとか、ツイキャスの方に戻ったのかな。うんうん、もう基本的にはニコ生にはあんまり戻んなくなったからね。たまーに戻ってたけど。うん。あ、ブリタン長いもんね、もう。長い、あれは。あ、マンスリー初代1位なんだ。知らなかった。うん。俺、だから、女性だったら、ブリタンと、うん、あと、まあ、金くれ系はちょっと強いけど、でも、それは別として面白いな。うん、好きだなっていうのはしずくかな。わかんねえな、しずくさん。うん。しずくはね、いい人なんだよ。うん。まあ、その辺が好きかな、見るの。まあ、どこでも見るんだけど、まあ、基本的には俺は閲覧多分2桁のところばっかだよ、見てんの。ああ。うん。3桁のとこで見るって言ったら、まあ、そうだな、かずみち配信、もしくは、うんうん、いや、今、ないな、3桁単位で見る配信あんまり。2桁、まあ、2桁で面白いやついる。だって今日さ、ツイキャスで、ワンタロウが配信してるとき2桁だったでしょ。うん、ああ、知らん。3桁でキープでしょ、今。キープで3桁に上がったけど、うん、アベレージ2桁だったんだよ。へー。
でも、あいつの配信も俺すごい好きだからさ。まあな、考えたよ。なあ、仕事くれよ。働けよって。雇ってくれよ。雇ってくれよ。何の仕事くれる？ここにいる二人のなんか、まあ、俺よりかはでも、あれだよ、今、あの、かずみちゃんちゃんと仕事してるよ。俺の方が仕事してないよ。俺仕事しちゃいけないんだよ。ほんと昨日タクシー一台ぶっ壊しそうになっちゃってるからさ。本当に。タクシーのおじさんもちょっと怯えてたからさ。でも俺やってることも言ってることもおかしくなかったんだよ、あれは。ハイビームでブレーキもかけないで突っ込んでくるタクシーに腹が立たないわけないじゃないか。それはね。俺の前走ってる自転車が見えなくなっちゃうんだから、ハイビームで走ってこられると。危ねえよな。危ないよ。そうだね。でもカオスすげえ良くなってる。わかんないけどね、本人の苦しみはね。まあ我慢はしてるよ。うん。あと短期にはなってる。うん、あと、まあ、本当に飲みたくない薬を飲まなきゃいけないっていうのが、もう本当に嫌だ、まあね、これ。まあね。その精神安定剤とかを飲む人だったら、まあ、かわいそうだね、うん、大変だね、で済むけど、うん、俺らが飲んでる薬ってそういうのじゃないのよ。うん、生命の。今乗り換えたんだけどさ、うん、新しい種類のやつに、古い種類の方を飲んでるとき、俺さ、線路に落ちそうになったんだよね。突然膝がパコーン抜けて、転換でだから。ゴロゴロって転がったり、なっちゃう。でもそれは転換ではなく、意識はある、うん、頭は。でも昨日の夜俺ぶっ倒れたよ、部屋で。でもそれはちょっと精神落ち着かせようと思って飲んだ、睡眠薬の OD だ、原因は。だから後頭部思いっきりぶっけたよ。ジョイント一本あればね、普通にふんわりしながら布団入ってほへーんとしてポーンって寝れるんだけど、日本なんでここは。そういうことをやっちゃダメなんだよね。なるほどね。あ、でも、俺、本当に不眠症あるから、もう本当に寝れない。何やっても寝れない。もう、パッキパキなんだよ。多分ね、シャブ打ってるみたいになってるんだと思うの。で、その時に。で、眠剤飲むの？俺、飲まない。もう、その方がいいよ。変な話なんだけど、もうごめんね、リスナーさん、160人見てんのに、もう、オナニー7回ぐらいするのよ、3時間ぐらいで。でも、何やっても寝れない。もう、本当に。本当にやばいって。もう、脳が、カンキンキンにもカンカンに回って辛い。その時にマリファナーとかだったら寝れるのかなとか思ったりするよね。寝れる、サティバじゃなくてインディカだったら寝れる。間違いなく。だけど、例えば軽いね、短時間で睡眠に落とす睡眠薬っていうのがあるのね。ハルシオンとかでしょ。そう、もう超短期の、それを飲むと確かにすごく良くはなると思うんだよ、そういう時の和道くんはね、だけどそれに依存しちゃうんだよ今度。わかるわかる。あのね、そうなの。あのね、薬なんで弾薬したかっていうと、なんだろうっけ、あのリスパダール飲んだら舌が回らなくなった。喋ってて舌がもつれる、で、それって何の薬？リスパダールは頓服だね。要は、俺がカーって、要はアンチとかにガーって言う時あるじゃん。はい、もうそれで過呼吸になって手が痺れ始めるのよ、まず。で、もう過呼吸になる。そうそうそう。リスパダール飲むように。でも、ろれつがどんどん回らなくなってくる。もう薬が怖いんだよね。その、明らかにその、喋れなくなるとか。で、飲めば飲むほど、なんだろう、その、飲んだら落ち着く。もちろん。だけど、薬が切れ
ったりとか、要は、カッカするのが激しくなっていく。要は、周期が早くなっていくのが分かったサイクルが。要は、薬の副作用っていうかさ、薬が抜けて、そこに依存し始めてるっていうのが分かったから、無理くりやめてる。でも、寝れない日ある。そこの依存に対して、あまり強く言わないお医者さんは、うん、やっぱりそれに依存して、買ってくれることによって、うん、その医療を作ってる業者さんの売り上げの、うん、まあね、お客さんになるからね。そうだよね、うん。薬売りたいんだもんね。それはバンバン出すよ、医者は。困ったらこの薬を、この薬買おうって。だからまあ、使い方や量や、本当に必要な人っていうのもいるからさ。うん、全部が全部ダメとは言わないよ。わかるわかる。けど、本当真剣に考えないとダメなんだ。うん。うん。うん、本当にそう。うん、まあ、それと似たようなもんだな。だから、配信っていうのもそれと似たようなもんなんだよ、俺、でも。配信はお薬だから、うん、俺にとって。うん、俺、お薬飲まなくても、お薬以上のパワーを出してくれるからね。うん。回らない頭、自分でどうやって回そう、どうやって言えばいいんだっけ、ああ、なんていう単語だっけっていうのをずーっと頭がさ、止まらないのよ、うん。うん。配信してない時はそんなことを考えたりもしないよ。で、イラつくことが起きても、うん、ここに切れていいのか無視した方がいいのか、ただブロックした方がいいのかとか、そういうのも全部考えるようになってる。毎日、そう、ブロックすりゃいいじゃんとか、誰々ブロックしてよですらも、一人の人間を、うん、その自分の世界とか自分が構築してる、要は楽しいからやってるのに、そっから排除するっていうの、すごくストレスかかるんだよ。そうなんだよ。アンチだとしても。嫌なやつ、邪魔なやつ、それでもこれは一つの世界であって、この世界で何か面白いことをもしかしたら生み出してくれる可能性があるかもしれないし、もしかしたら傷つけてしまうかもしれないし、って考えると、ブロックするっていうだけの行為にしても、やっぱり配信する側はすごく考えるよね。すっごい考えるし、それで寝れない日もあるし、だから、そのブロック、バーってする時もあれば、ブロック全部解除したりとか、あれすごいわかるもん。なんか閲覧が減ったからとかなんだとか、じゃなくて、その、なんか、すごい考えてるんだよね。コメントのこととか、配信のこととか。すげえ。あとは、あれだよ、うん、もう超大手みたいになってさ、もうコメント読まなくなっちゃえばいいんだよね。うん、あ、だから、本当にそう。要はね、200人とか半端だから全部見えるから、全部刺さるんだよ、うん。だけどね、俺ね、ニコ生後半500人、1000人いた頃は、もうね、うん、雰囲気だけわかんの。全員が喜んでる、怒ってる、悲しんでるわかるんだけど、コメント見れる、うんうんうん、物理的に流れるから、うん、あれは羨ましいなって思う、本当に。あとは顔文字とかも飛ばせるからさ、うん、なんかちょっとお笑いにさしてくれて、うん、ね、世界変えてくれる人もいるしさ、そう、まあね、なんかいいこともあるよ。そう、あのね、本当にそう。だからね、このいいことと悪いことの、なんだろう、もうなんか全問答してるみたいだなとか思って、全問答、こう、うん、でもこういう今みたいなサイトだと、ちょっとそれがね、やりにくいよね、うん。やりにくくなったね。すごく。かといって、ブロックしやすかったりするでしょ、うん、そうそうそう。まあ、時にはね、俺はブロックはするときはあるよ。でも、うん、配信解除した時点でブロックを解除する。また来るんだったら来てくれていいって、ねうん。今回はちょっと調子悪かったから。で、次来ないとしたら、うん、ああ、もう嫌われちゃったんだな、うん、俺って思う、うん。もうきっと今頃、俺はもう見なくなった、タヌキとかでいろいろ書いてるんだろうと、うん。別にね、ここに、ここら辺にね、モニター置いて、うん、こっちか。この辺にモニター置いて、ここに、うん、あれだよ、うん、モグラじゃねえ、なんだっけ、タヌキ、タヌキのコメント欄、ブワー出して配信したっていいんだよ、うん、俺別に。だから俺、その、キツネ枠やるとき、その感覚だもん。
そう。だけど、うん、わざわざそれやってどうなのってなるわけよ。作りたい世界ってそこじゃないから。そう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 。表現したいもんそこじゃないしっていう。あの、なんかね、難しいよな。なんかしっくりきてない、本当に。すげえ苦しい。特に、まあ、ここ、2ヶ月前ぐらいからかな。うん、1ヶ月半か2ヶ月前ぐらいからだとは思うけど、うん、要は、その、あれだよ。あれになったよ。あれになったんだよ。バブル崩壊なんだよ。あ、まあそうなんや。うん。だから、バブル税が崩壊することによって、そのバブル税を追っかけ回してた人たち、うんバブル税で楽しみ回ってた人たち、うん、そこの、まあ、カスみたいな場所にいたかもしれない俺たち、うん、まあ、そういうのがガシャガシャガシャしてたのの、その、うんうん、その人たちがいなくなっちゃったから、今、うんうんうん、これからどうなるんだろうっていう、ちょっとした不安感がある。うん、まあ、うん俺はでもまあツイキャスでやってるけどね、今ね。うん、ツイキャスか、YouTube ライブでやってる。いや、カオスね、そういうことなんだよ。結局ツイキャスになっちゃったんだよ。うん、だからね、うんで。ツイキャス行かないって言ったじゃん。いや、言ったけど、いや、俺も行きたくなかったよ。うん、行きたくなかったけど、うん、歌うま選手権で気づいた。あ、もうこれ行かないダメなんだって。うんあの、赤松社長のことを知っていると、ツイキャスに行った方がいいっていうのは、うん、もうすぐ答えで出るよ。何赤松社長ってあの、ツイキャスの社長そう、うん。あれ、うん、俺、ツイキャス立ち上がり当初からずっといたからわかるんだけど、うん、あの人の配信すら見たことあるからね。あ、社長自身の配信やってんだ。やってた。ほうほう。やってた。あの人は本当にマメな人。へ、う、ぇ、ん。うん。で、すごい正統派で、うん、頭いい、やり方が、うん。その人の心を含んだ正統派、うん。なんて言うんだろう、その、フェアだろうね、お金の流れとか商売とか運営とかの正当性じゃなく、うん、人間同士の付き合いの正当性の方を大事にしているっていうか、うん、まあ、なんて言えばいいんだろう、うん。言葉でうまく説明できないんだ。だけど、まあ、なんとなくで言うとそんな感じ。うん、夢もはっきりある人だし、あの人は。でも、ふわっちも頑張ってほしい。やっぱお世話になったサイトだし、人生変えてくれたサイトだからね。まあでも俺らはね、うん、結局、運営者じゃないから、いいところに移っていくしかないんだよね、うん、結局、うん。うん。まあそうやって思う、和道くんのそういう、気持ちっていうのはなんかすごい、あれだね、真面目なんだねって思う。ああ。俺はそこまで思わないもんだって。潰れなったら潰れちゃえばいいや。ただ、ここで一緒に話せてた人たちと合流できる場所に、うん、あの、行き着くまでにあとどんくらい時間がまたかかるようになってしまうんだろうって、不安が生まれる。うんでも、潰れだったら潰れちまえぐらいにしか思わない。その理由が、キャスにしろ、うん、クワッチにしろ、ニコ生にしろ、インターネットだから。ああ。ネット自体はなくならないもんね。うん。そう。だって俺ら、ロシアの配信サイトで配信してる時もあったんだよ。知らないだろうけど。知らない。日本語の入力ができないから日本人誰も来てくんねえんだよ。おお。それそうっすよ。全部ロシア語とよくわかんないなんか英語みたいなキリル文字のコメントばっか。でも YouTube ライブやってるとやっぱ外人コメント書くよね。フランス人とかアニメ好きとかの。あれはでもね、ゲーム関係から流れ込んでいかないと人は集まらないな、今はまだ。ああ、そうね、そうね。うん。あの、バイクの、うん、その、元ブロガーの人の YouTube とか、うん。あの、ゲームビデオをアップロードしてる人たちの、うん。ライブには結構人集まるけど、それ以外のとこは、心霊がギリかな。うん
なあ。うん。恋バナまだ。こういった普通のトークを番組的な感じで、やってる人とか、あとはまあ普通に、まあ今のこういう状況でやってる人とかのとこに人は来ないと思うね。YouTube でやっても。俺、旅人の恋バナ聞きたいんだけど、旅人って恋するの？ああ俺は、バンコクにいる5年間に300人の女の子とやった。いや、違う違う。それってさ、それってもうさ。いや、恋だよ。恋だの。ロフルであるとも恋は恋だ。あ、そう。今はインポだよ、俺。もう、インポなんだ。アメリカ大陸行ってから女に興味なくなっちゃったからさ。え、なんでなんで？いや、もちろん男に興味があるとは思ってはないよ。じゃなくて、男と女のもう区別がなくなっちゃったの、俺。バイセクシャルってこと？じゃなくて、じゃない。日本帰ってきてから俺彼女作ったんだよ。ほう。で、最後の彼女25歳だからね、俺。なんか自慢し始めたな。ね、おうおう40過ぎのおっさんが、おう、いや違う、俺は別に頼んでないんだよ。ただなんか、なんだなんだ。なんかどれの深夜食堂みたいになってきたの。そっち行くじゃん。ね、大丈夫だけど。で、会いたくなって、会いたいのって言うから、いいよ、会うぐらい。で、一緒にご飯でも食べるって言ってたら、あれ、この子いつ帰るの？帰る気あんのこの子と思って。で、話してるうちに、家帰るんでしょって、あ、うち来るのってなって、で、俺その時俺、ふわっちで配信してるからね。上半身裸にして、後ろからおっぱい隠して、こう画面に映させたからね。ふぅいや、でもまあさ、それで何ヶ月か付き合ってたけど、なんかいろいろ考えたんだよ。今はさ、遊びで、こう付き合い始めの遊びで楽しいよ。けど、冷静に考えよう。俺のこの人生の先に何がある？君の人生の先に何が起きる可能性がある？その二つを比較した結果、俺について来ない方がいい。まあ、旅人だよな。そうだよな。だって俺いつか日本からまた出ちゃうわけだしさ。そうそうそう。いや、だって彼女一人暮らししたこともない子なんだよ。あ、無理よ。無理よ。無理。無理無理。だからもう何日もうちに住み着いたりしてた時期もあったけど、もう、その子がいるから俺は帰りたくないって思う時もあったもん。悪影響を与えてしまうとか。いい子だったからだよ。嫌だからじゃないんだよ。わかる。その子の傷がね。そう、俺はもう嫌だったの、それが。それで、それに気づいてくれた彼女は、泣きながらだったけど、出てってくれたわけよ。今は普通にメールやってるよ。LINE やってる。どうよ。いいね、最近いい男できたかって。そしたら良くなってきてるって、ありがとうって言ってくれたから、俺もやっとホッとできるようになった。なるほど。だもうそれ以来もう別に誰か口説くとか、誰か、なんかハマるみたいな、そういうのを持つのはやめたの。なるほどね。ああ、君可愛いねすげえタイプだよぐらいは言うよ。だけど、別になんかこいつとやりてえとか、もう思わなくなってからインポになっちゃったんだよ。すごいね。マジで。マジでインポなんだ。マジでインポなの。だから、なんだあれ、ペットボトルみたいなやつとか、あれとかもいらないの。あ、天下とかもいらないんだ。発射しないもん。製造されたものは逆生産されて体に戻っていくんだよ。水道水ちょっと。ごめんね。はい、ごめんね。いや、ほんと、そうなっちゃうんだよ。なんかさ、でもさ、その、世界、俺さ、ほんとに配信やってね、夢叶うかもって思ったのが、まあ、坂戸ペコとノリコがいるから、旅は今諦めようと思ったけど、時期が来たらさ、これ世界にいて、もし稼ぎ続けることができたら、世界から配信できるじゃん。できるよ、今すぐだよ。そうそう。いや、今すぐにでもできるけど、ほら、300人旅
あの、1万人リアドスタミもさ、結局2ヶ月半で、2ヶ月ぐらいか。で、300人で止まっちゃったから、あれは、本当あれだなと思ったけど、あ、うん、可能性感じたもん。まあ、まあ、今の和道くんは映画だから、うん、うん、もちろんもちろん。これは、まあ、ストレートに受け入れないでほしいんだけど、うん、俺の旅仲間がいるんだけど、そいつ今、ドバイにいるのね。うん。ドバイにいるんだけど、昨日はプノンペンにいたの。ほう。昨日、おとといはベトナムにいたの。おととい、ベトナムにいて、昨日プノンペンにいて、で、そっから、タイに行って、で、今、ドバイ。で、そっから、ドイツを経由して、ロシアに行って、ニューヨークの方に行って、グリーンカードの延長をしてから、また日本に戻ってくる。うんうん、まあ、これ俺の仲間なんだわ。うん、で、LA でもね、ニューヨークでも、うん、日本でも一緒に暮らしたことがある友達なんだわ。うん、で、仕事でやってるんだよ、今、そいつは。うん、医療関係の、あんまりいいことではないんだけどな。いや、うん、法律的にとかじゃないんだよ。その、器具の、だからそのメスの、メスを売る仕事とか、そういう、ああいうやつ。うん、そういうやつ。ねえ。まあ、一時期悪いことやってたやつなんだよ、うん、そいつも。うん、まあ、今はそういう真面目なことやってるけど、悪いことやってた時はひどかったよ。うん、俺、東南アジアなんか興味ないけどさ、タイに行くよって言うんだ。タイに何しに行くのつって。そんなのあれだよ、あれって、あれ。うん、金のさ、金のあれなんて言うんだっけ。インゴット、そう。うん、インゴットを、6キロ持って帰ってくるって言うんだよね。スーツを着て。で、まあ、こう、ここに4個、太ももに2個、インゴットを装着して、で、帰国するの。ほう。で、国際線の帰国ってさ、こう荷物持ってたら荷物チェックはあるよ。お預け荷物のあれがあったらお預け荷物はチェックがある。でも、その、あれがないの。ピー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 が、入国のところに。はいはいはい、はい。ピー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 がないから、そのまんま普通にもうガシャ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 って歩いて、入ってくるわけよ。で、そのインゴットを、だ600ドル、まあいいや、適当な金額でいいかな、ちょっと。うん、俺もよく値段わかんないから。いや、600ドルのインゴットを6本買いましたと。ほう。で、日本だとそれを6本買うには、うん、その600×8 の税金を払わなきゃいけないのね、うん、買うときに。でも、タイの裏ルートを使うと、税金払わないで買えるんですよ。おで、日本に持って帰ってきて、で、それの仕入れ業者のところに届けると、その、浮いた税金の額の3分の1ぐらいが小遣いとしてもらえるわけよ。ほー。結構な額。今もまた多分やってるよ。で、それは主に運営、その俺の友達やってるじゃなくて、いや今もやってるやつ。やってるやつがいるっていうことね。日本人ね。これ日本人以外じゃダメだからね。日本人以外は、入国チェックルートを通らなきゃいけないから。日本人にとっては、帰国ルートを通るから、チェックがないの。うん、はぁ。要はもう帰るんだから知らねえよってことだよね。あ、香港からやってんだ。はぁ。なんかね、タイの方は、裏の、なんかね、ルートがないと税金かかるらしいんだよ。だけど、俺のばあちゃんがさ、全く似たようなこと言ってて、ばあちゃんが、その、アメリカが統治してたわけじゃん。で、東京がバブルだった頃に、沖縄に、アメリカ兵から、なんか高級ウイスキー何本か仕入れると。で、それを服に入れて、ばあちゃんボトル何本、4本ぐらい服に入れて、
東京行くと。で、東京の銀座にそれ売るとめちゃめちゃ儲かって往復の飛行機代になったって同じことばあちゃん言ってたよ。俺アジアにいる頃もやっぱいましたよ、うん、そういうおばあ様みたいな方、あのお若い方ですけど大学生ぐらいの、何をやってたかっていうとこんくらいの大きさのシャラスを作るんですよ、うん、シャラス日本で言うとチョコ、ほうチョコマリファナ、ほう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 、でもチョコっていうのはチャラスとハシシ両方をチョコで言うからややこしいんで、うん、で腹あのチャラスっていうのは手作りなんだよね。でそれをあのビニールじゃねえやなんだあれ、サランラップに包むんだよね。ほう、要はあのビー玉じゃねえな、パチンコ玉一個分ぐらいの大きさのビー玉に包むの。ほうほう。うん。ビーを、それをだいたい1、2、3、4、5個ぐらい持ってるとだいたい1トラっていうサイズになるんだよね。ほう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 。出たチャラス。来た。知ってる人が来たよ。この人は絶対知ってる、このことを、うん。で、それを飲むんじゃないんだよ。ほう。それを飲むんじゃないんだよ。うん。包むのも近いんだ。ああ、わかった。あそこに入れんだ。お尻か。違うよ。うん。あの、鍋。鍋でお湯を温めんの。ほう。で、うん、あの、サーフィンやってるようなとこ行って、ビーズワックスっていうのを買うんだよ。はいはいはい、売ってるね。ビーズワックスって蜜ろう。うん。蜂蜜のあの中に入ってるあの固まったあのムニムニした、はいはい、あの、ろうそくのろうみたいなやつよ。うん。あれを、その、うん、鍋で溶かすの。ろうを溶かす。ドロドロに。うん。で、あの、ピンセットで、その、うん、ビー玉をね、掴んで、うん、トプンって入れて、うん、で、ピュッて取り出しておいて。トプンって、ペッて、それを1日6時間ぐらいやるんです。ほうほう。で、ビー玉で、結構、そう、もうなんかあの、BB 弾みたいなやつがすっごいいっぱいできるわけよ。ちっちゃい BB 弾みたいなのが。ちっちゃい BB 弾が、だいたい6個で1トラでしょ、うん、?1 トラだとしたら、まあ10トラぐらいはいけるだろう、つって、まあ、まあ、いけるよね。500グラムぐらいだったら全然飲めるね。うん、まあ、飲んで、水飲んで。仮にそれが腹の中で全部破裂しても死なないから。なぜならば、マリファナだから。おうん、それが逆にコカインとかだったら死んじゃうよ。けど。うん、じゃあそのチャトラっていうのは、お姉ちゃんのうんこと共に出てくるのを。チャラスな、うん、チャラスか。洗って売るってことだ。まず、うん、お湯で、その、ロー。ビーズワックスを取るでしょ、うん、したら、シャラスを剥がす。うん、女の子は大体ブラジャーの中に入れてくるぐらいだよ。あ、そう。結構、女の子は、男の子は結構ガッチリやってるよ。ああ、クリームいいね。クリームもいいね。でもクリームはもう、今、出た。カオスのリスナーの隠語が飛び交う配信始まった。あれでしょ、マナリークリームでしょ。マナリーよりもマナラーの時代だからね。で、マナラーの時代からまたさらに先に進んでるから、そこに行くってなると、もう配信してたらサバイバル配信になるよ。バスが落ちたら死んじゃうような道走んなきゃいけないんだから。で、その村に行くと言葉を喋っちゃいけない。こう、文字、筆談しかしちゃいけない。なんで？いや、神だから。神様なんだよ、インドで。ハシシというものは。ほうほうほう、シバなの。シバ神。破壊の神様だ。ほう。そう。なんかあ、じゃあ、ハシシの前では会話は
ダメなんだ。っていうか、その、橋市を、もう、その、管理してる村の人たちとは、基本的には会話はできない。うん、子供とかだったら、まあ、なんまあまあ、しょうがねえか、みたいな。うん、あと、触っちゃいけないとか、握手しちゃいけないとか、まあ、場所場所、村村によって、いろいろ、ルールはある。そことチャラスの違い、さっき話してたじゃん。なんだっけ、橋市も含んでる、うん、のがチョコだっけ？違う。チョコは、うん、網ネットの上に、バサって置くのね。うん、あの、マリファナをね、うん。で、それをポン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 ってガサ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 ってやると、うん、下にザラザラザラって粉のようにいっぱいさ、うん、花粉と、うん、その、まあ、花粉以外のものが落ちるでしょ？うん、で、それをどん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 やっていって、もうサラッサラの状態になったもの、うん、それを、鉄の、硬いやつにカポンってはめて、ギーって縛って、熱くして固めるのよ。油を出させて。で、それを開いて出てくる、チョコ、うん、それが、ハッシュではなくて、あ、それがハッシュ。ハッシュ。うんうん、で、そこに行き着く前に出た花粉だけでやったやつは、うん、ポーレンハッシュ。ポーレンハッシュ。ポーレンっていうのは、あれだから、お花だから、ポーレン。で、俺が今話してた方のチャラスは、うん、こう生えてるとすんじゃん。生えてたら、うん、ふわって触るの。うん、触るの。うん、手になんかペタペタついて、それをピーってビニールかなんか何でもいいんだよ。ピッピッピッって集めん。で、また同じやつじゃなくて、また違う新しいやつ、大きいやつにふわって触って、またブニャーってやる。いろんなのからこうやってやる。そうすると一番戦闘力の強いやつらが集まる。一本でずーっとこうやってやってたら、最後はもう、カスみたいなやつしか取れないじゃん。うん。だからこうやってやってって、いろんなのからやって集めたのが、ファーストクリームっていう、うん。色がグレーなんだよね。ほー。で、それを今度ラップに包んで、半年土の中に埋め込んだりすると、またこれがワインみたいに深い味になるんだ。これはでも、ここまで来てる人は多分あまりいない。そこまで行く人はあまりいない。ただ決まりゃいいやっていうぐらいが多い。あ、何その最高のドラッグというのかわかんないけど、それ最高のもの作るのは地面に埋めて半年寝かすの。熟成させる。いや、フレッシュはフレッシュの良さがある。寝かすものには寝かすものの良さがある。うん。だから、これは今年の、ファーストクリームだって言うと、もうみんなこう三角の帽子かぶって手広げてくるくる回りながら踊るんだよね、そこの少数民族の人たちが。で、そこでもうチラムに詰めて、ファースファースパーパーみたいになるけど、そうじゃないところの人間、俺はそこの住民ではないから。やっぱ美味しい寿司屋さんで美味しいお寿司を食べました。初物。違う寿司屋さんに行って、あ、ここの寿司屋さんはあそこの、あの寿司よりかは、この寿司の方がうまいけど、あの寿司の方がうまいかな、とか。まあ、そういう感じかな。で、まあ、その村は結構標高高いところにあるんで、うん、その標高を下がっていくと今度、温泉があるんですよ。温泉、日本人いっぱいいるよ。日本人いっぱいいるよ、そこ。もう日本に帰ってこなくなっちゃった日本人いっぱいいるよ、そこ。おドレッドでさ、もう、ほんとお前、ほんとに日本人、お前インド人にしか見えねえぞ、見てるやつばっかだよ。がいっぱいいるよ。あ、インドの魅力を教えてほしい。インド、インド。なんかワンタロに聞きなよ。いや、違う、俺ね、男が。ワンタロにはまだインドが分かってないもんだって。いや、じゃあ俺、ワンタロのこと悪く言うわけじゃないよ。いや、だからカオスから聞きたいのよ。いや、ワンタロのことを尊敬してるし、うん、いきなり、
そのディープな本当にスピリチュアルな世界の深き部分まで踏み込んでインドをね、うん、2年、うん、3年回り続けている人っていう人の話と、うん、2、3ヶ月ちょっと配信というものをやりながら回りたいなって思っていった人の見えているもの、うん、感じているものの、うん、その、うんうんうん、レベルって言い方良くないな、うんうんうん、まあわかる、深さっていうか、ね、まあ、が違うのよ、うん、だから俺が言っても逆になんか変なアンチにとらわれちゃいそうな気がしちゃいそうで、だから俺は今やってるワンタロウのレベルに自分を合わせて考えて、うん、思って言えるように頑張ってる。俺も言いたくなっちゃうんだよ。わ、うん、かるわかる。なんで焦ってなっちゃうんだけど。そう。なっちゃうんだけど、でも、で、しかも20歳過ぎてるわけでしょ、うん、日本人で10代で、ワンタロウよりもえげつねえことやってるやついっぱいいるからね、インドに。うん、だって、いや、インド行きました。もう世界を知りました、みたいなのはやめた方がいい。うん、まだ、インドには何しか知らないでしょ、だって。インドには何があるの？何がインドに活かせるの？そのインドの魅力っていうかさ、その。呼ばれるか呼ばれないかだよ。呼ばれるか、インドに。そこは多分、万太郎も同じ答えをすると思う。俺は、バングラディッシュ、インド、パキスタン経由でスペイン。今のところの大雑把な予定ルート、うんうん。パキスタンはもう行ってるの？パキも行ってるよ。行ってんだ。マージャン宿とかあるよ。マージャン宿。日本人がいっぱい泊まるの。日本人がいっぱい泊まって一晩中マージャンやってる。じゃらじゃらじゃら。パキスタンに行ってマージャンやってんの？そうだよ。すげえ。うん、日本人宿。おぉ。で、安いんだよ、日本人宿って。へぇ。うん。おぉ。いや、なんか、いいなぁ。バキも行ったのがわかんない。わかんない。あ、パキも。バングラもパキも行ったのは、そうだよね。うん。うん。パキは行くよ。でさ、俺の、ごめんね、ちょっと自分とこの宣伝もさせてもらっちゃう感じになっちゃうけど、俺の枠のところにも、アンコロ、あ、ここに来てんじゃない？いや、アンコロは、もうドアンチになったっていう報告を雑談たときにミンからいただいてるんで、あいつはダメだよ。いや、わかんないよ。いや、わかんない。まあ、いいや、ドアンチになってない。うん。まあ、いい。アンコロは絶対ドアンチにはなってない。うん、それは多分、ただの妨害だ。うん。で、アンコロはパキでね、捕まってんだよ。腹痛いて。いい話になってきたね。アンコロがパキで捕まった理由っていうのは、それは悪いことをしたから捕まったんじゃなく、ちょっと状況の悪化が激しかったから、保護されてたの。警察に。状況？内戦状態の。ほうほう。ああ、なるほど。君が外にいたら危ないから、って言って、牢屋に引きずり込まれてたわけよ。まあね、綺麗な人だからね、アンコロ、うん。まあ綺麗な人だね。うん、あ、見てんだね。知ってる。うん、あ、知ってるんだ、やっぱ。知ってる。ね、あの人綺麗だよね。ね、綺麗だよね。うん、でも、ああいう人なんだよ、うん、だからハードトラベラーって。いや、まあ、そうでしょう、うん。ハードトラベラーって結構、ああいう、なんかこう、感じを持ってる人ってすげえ多いからね。うん、なんかもう、もう目の周りだけキューなってるような子とかは、うんうん、ハードトラベラーにはいない。あ、俺はそういうのを可愛いとは思っても綺麗だとは思わない。うん、なるほど、ね。うん。うん、
詐欺の前科が笑えるか？じゃあ君は詐欺に会ったことないの？税金だって詐欺みたいなもんだよ。いい話だね。うん、俺はアメリカで税金払わないで 7年9ヶ月不法労働してましたけど何か問題ありますか？みんなに感謝されましたよ、俺、アメリカ人に。アメリカ国籍から出るときもな、ノーチェックだよ。歯が汚い。汚く見えるのは君の目が悪いんだよ、多分。なんだろう、自由だな、カオスはやっぱ。うん？なんで？いや、だから、その、なんだろうな。じゃあ、もう、だって死んだっていいんだもんだって、もう。いやいや、そういうことでしょ。いや、そういうことでしょ。うん、いや、お父さんお母さんとか家族とか、うん、親戚とか血族があるんだったら、うん、その人のために何か残さなきゃとか、うん、そういうものがあると思うけど、俺何もね、ただのゴミじゃん、うん、言ったらね。いや、だから銀河だよ、銀河のカオスだよ、本当に。だから、まあそのアンチさんたちとかが、まあ、うん、俺やっぱ言われたくないよ、バカにされるようなこと。でも、うんうん、本気でブチギレないのは、うん、いや、まあ、うん、言い返すことがないから。まあまあ、そうだよ。うん、そうだし、うん、そう。君が言ってることは合ってますよ。だからって何度も言わないでよ、それを。うん、何度も何度も俺をそれを言って、何、俺をどうしたいのっていう。じゃなかったら逆に俺のいい部分や好きな部分を探し出して、そこを語ってよ、頼むから。うん、お願いね。俺だってどんな変なさやつだろうが、どんなブッサイクな女だろうが、俺もちょっとこういいとこ見っけたらそこを言ってあげるよ。だってそう、相手喜ぶかもしんない。でもそれを言ってあげることに対して、あんた分かっててそういうこと言ってんでしょ、やめてよそういうのはとかって言われたら、あ、じゃあ、うん、わかった。思ってること言え。お前、すっげえブスだな、デブだな、汚ねえな、くせえな、って言うけど、でも、普通言わないでしょ。で、人と仲良く なれたら、いいことしかないじゃんだって。いや、ほんとそうよね。人と仲悪くなりたいんだったら、まあ別に何言って、嫌がらせ言ったり、意地悪言ったりさ、喧嘩売ったりしていいと思うけどさ、うん、そういうわけじゃないじゃん。で、喧嘩売るっていうのもまた違うよな。喧嘩売るっていうのはそのエリアの、勢力の問題であって、で渋谷のセンター街の、俺ボンバースなんだけど、お前ら何みたいな。まあカラーギャング前世代だよな。うん、だから、まあ、潰し合いかける。うん、まあ、そういうのはあるよ。うん、その潰し合いだよ。うん、だまあな。それよりもよ。うん、それよりもよ。今さ、うん、いろんな国がさ、手を結び始めているでしょ。うん、いろんな国々が、うん。これ、表だって見える部分。日本があって、アメリカがあって、中国があってって。でもその外側にもう一回り、つながってる世界があると思うんだよね。うん。うん。その人たちのルールって、一つでしょ、うん。うん。俺たちの持ってるルールは、隣の国と違うルールであったりするわけでしょ。うん。うん、これってものすごく恐ろしいことだなって、俺は感じたの。で、その時に調べたのが、いいレジデンスを早いうちに取っておこうっていうこと。いいレジデンス。でも俺は、毎回言うけど、仕事もしてません。いや、仕事してんだよ。一応。一応してんだけど。うんうん、まあまあ。まあ、金もない、貧乏な、うんうん、負け犬ですから、うん、いいレジデンスって大体、まあ、いくらぐらいかかるかな？ 3 万から4万ぐらいで取れるかな？うん。
エストニア、そう。その前教えてリンク貼ってくれたやつだよね。ネット国籍の。そうそう。あの、スカイプを開発したところだよ。うん、元ソビエトだから。うん、であそこはね、だからそういうネット上の国家っていうものを立ち上げたんだよ。うん、ってことはよ、考えようによってはネット上の国家に口座を持てばね、うん、税金がかかるとしても、うん、自分がいる土地の税金を払うタイミングになったら違う土地に行って、ネット上の国家に税金払えばいいんじゃねえの。いや、まあ、詳しい話はまあ、ちゃんと調べてないから、うん、今はまともに面白く話はできないけど、でも、何がしかできることはできるようになると思う。うん、まあ、ならなかったとしても、ポイしちゃえばいいだけだから。うん。うん。あと、もうね、うん、そうなんですよ。はい。でも、Google とか、Apple とか、Amazon とかがやろうとしてるのが、それだよね。Facebook とか。要は、無料でやってるけど、俺 YouTube が最近プレミアで1500円回収始めたじゃん。あ、いよいよ来たなって思った。要は、うちの国民になる。っていう。アマゾンプライムとかもそうじゃん。うちの国民なの、YouTube。俺、それまでね、ちゃんとまだ理解できてないんだけど、YouTube もなんかあの、ほら、有料番組っていうのがあるじゃん。うん。有料番組というかなんかあるよね。こう。うん、あれはね、なんか、メンバー。あ、メンバーだっけ、ね、メンバーは、なんだったかな、うん。要はね、ニコ生のチャンネル。限定放送みたいな。うん。的なものなんだ。そう。だから、まあ、来たなっていう。なるほどね。まあでも、Google は多分、その、大きな世界国家の一部なのか、もしくは敵なのか、それはまだわからないけど。俺ね、Google はね、思想マジで。敵だと思うけどないけど。敵？嘘、俺味方だと思ってる派だな。いや、俺らの、みたいな人間に対しては味方だと思うよ。だけど、今、世界の、その、上部をつなげ合って、こう、地球を囲んでいっている、ことをしている人たちにとっては、敵なんじゃねえのって思っちゃう。まあ、まあまあ、でもそこはまあね、単なる想像だし、今後の流れで、追っていかないとわかんないもんね。でも、まあ俺が死んだ頃には多分何かが変わっているだろう。俺多分ね、一個変わるのはやっぱ労働だと思うよ。まあそれは変わるでしょう。ベーシックインカムらしきものっていうよりも、もっとはっきりしたものが出てくるでしょう。出てくる。パスポートを持ってるっていうのと同じぐらいの勢いでベーシックインカムも持ってるっていうのが当たり前っていう風になるんじゃない。なるよ。だって、一昔前の国考えてみ。いいよ、上海でいいよ、昔の。うん、昔の中国でいいよ。うん、国民服だっけ？人民服。なんだっけ？人民服着てたじゃん、みんな。うん。人民服。人民服ちょっといいなと思うけどね。いいよね、かっこいいよね。かっこいいよね。人民服着てるのとさ、うん、毎月20万も渡されてるのとさ、一緒じゃない？まあそういうことだよね。ねえ、お前服持ってんの？オッケー。服買うんだったら、じゃあ、1万円は乗せするから、じゃあ今月は21万で、お前生きていけ。うん、よし、うん。じゃあ次。あ、君はいい人民服をまだ持ってるね。じゃあ君は20万で。はい。じゃあ次。みたいな。いや、これすごい、低能な、浅はかな、馬鹿げた表現の仕方だけど、はい。ごめんね。でも言ってることは、ちょっとは分かってくれるかな。分かる分かる。どうだろうなぁ、いつ。でもね、すげえ時代に生まれたんだなっていうのは、すげえ思う。なんか、1985年。ファミコンができて、パソコンができて、インターネットが広まって、スマートフォンができて、なんだろう、配信とか2チャンネルとかも、これってなんかもう、人類が、もうひっくり返るような、なんか、歴史的な
タイミングに生まれてんなと思うの、本当に。ものすごい。追いついてないような。追いついてるような。だから働けっていう人がいるっていうのって、その、時代の。オールドスクール。そう。そう。オールドスクールね。うん。まあ、不必要なことではないよね。働けっていうのは。うん、だけど、それを人に押し付けるのは、うん。ちょっと、どうなのかなって思うけど。うん。働ける方法もあるよっていう言い方をした方が、うん、人間的だよね。いいアドバイスになるんじゃないかなと。うん、働けって命令は、うん、すべきする、その命令をするべき人がすることであって、うん、そうでない人がそれをやったところで、逆に何されても文句言われない覚悟でそうやって言ってるんですかってこっちが聞きたくなってしまうんだよ。うん。うん。だから、国民の誰かに、うん、お前働けって言われたら、はい、わかりました、うん。だけど、ただの一般国民に働けって言われたら、うん、は？うん。は？いいよ。じゃあお前と働いてやるから今から公園に金属バット持ってこいよって、じゃあ働こうかってなるよ。でも、そういうの良くないじゃん。うん。だから、働くって方法も結構いいよって。だって1ヶ月こんだけ働けばこんだけお金稼げるんだよ。僕そういう風にして働いてんだよ。だから君も働いてみればって。うん。言ってくれれば、そうだよね。いいこと言ってくれるな、そうだよな、うん、うん、そうだよな、いつもそういうの言ってくれてありがとうって思うじゃん。うん。うん、それが人と人のつながり方というか、このコミュニケーションの取り方というかね、うん、ものだと思うんだよ。うん、だから、なんか、なぁ。うん、まあそういう気持ちで受け止めよう受け止めようと頑張ってそうやって読んでるよ、うん、働けって書かれてることに対しても、うん、けどあまりにもそれが続いてるといつまでもそういう気持ちでそれを見続けることができなくなっていくんだよね、うん、もうこいつめんどくさいからもう殺しちゃおうかなみたいなぐらいの殺意が湧いてきたりすることもあるよ、うんうん、働くっていう方法もあるよって言ってくれればいいだけなのにって、うん、配信で傷ついて寝れないとかもう意味が分かんないもんね本当にね、うん、何やってんだろうっていうね。いやでもまあ人を困らせるのっていいことじゃないよね。うん、うん、救われたことも何回もあるけどね。なんだろうね。いっぱい今現状で救われてるもん、はい、うん。今だってどんだけ俺の脳みそが通常の何百倍の動きをしてると思ってる、うん、いや、カオスが倒れた時にさ、あのリスナーさんがさ、私カオスのロム線なんですけど、和道さん助けてくださいって言って、相談長文すごいのよ、熱意が、うん、カオスがカオスがって言ってて、あ、なんかできることあったらやるよみたいなことを返したら、うん、ありがとうございます、花火何発ですかって言われた時に、俺罪不軽しことやってるなって思って、花火をもらわないとこれ動かないと思われてるって思ってすげえ、なんていいやつだ、あ、花火はいらないっつってそう。なんかね、その時すげえ悲しくなったな。それ、あれか、救急で運ばれた時の、あれか。そう、そうそうそう。あれだね、あの、配信中に倒れたやつじゃなくて、かな。その、もう一番最初の時のやつだね。俺、二度しか倒れてないから。うん、多分、どっちかなんだけど。うん、そう。で、2週間、3週間以上配信できなかったのは、入院してたからだよ、俺。うん、うん、
でも、そういう話を今、和道くんから聞けるのも嬉しい。俺はその人が誰だかわからないけど、うん、でも、うん、そういう人がいるんだな。いた。すごい、うん。あの、何もできないけどって言ってて、なんか嫌なんです。カオスが死んじゃったらどうしようって言ってたよ。うん、ありがとう。うん。うん、まあ、和道くんとその人にありがとうだな。まずはね。うん。でも俺は、うん、まあ、あの、これは誤解を生まないように聞いてほしいけど、うん、あの、死んでいい。おー。だって、あの時痛くもないし、怖くもないし、意識もないまんま、病院に運ばれてってだよ。目が覚めたらさ、チンチンから管が生えてて、しかも2週間寝てんだよ。いやー、だから言ってたね。なんであの時そのまま行かせてくれなかったんだって言ってたもんね、うん、カオスね、うん。うん。だってあのまま行ってたら俺今頃四国で一緒にうどん食ってたかもしんねえもん。うん、俺あの人好きだったんだよ。あ、竹本？丸亀？そう、竹、そうそうそう、丸竹。ちょうど車乗り換えたばっかだったしさ、竹本さんも。うん。だからまあ、行けるようになったら会いに行きますよ、なんて言ってたんだけど。まあ、多分ね、日が一緒だと思うよ、俺、あの人と。嘘？あの、意識が飛んだ時。へ、うん、一緒だと思う。で、その後にも、まあまあ、あんまいろんな人の名前を出すのもどうかと思うから言わないけど。まあ、わかるわかる。ね、うん、いるでしょ、うん、うん。だから、タイミング的にはみんな、ほぼ同時期だったんだよ。ね、うん。いや、すごかった、去年は。だそこについていけなかった俺っていうのは何なんだろう。うん、俺に残されたものは何なんだろうって、考えてたりとかもしたけどさ。うん、でもまあ、あんまり考えてもしょうがないと。うん、なんか、もう本当複雑な世界だわ、うん。まあでも、あれだな、なんかあれだね、うん、これちょっと、こう、なんていうんだっけこれ、一緒に話せるやつ、コラボか。コラボっていうのも使い方によっては結構楽しいな。面白いよね、コラボ。うん。すごい面白い。いろんな人がかけてきて。うん。面白いね。で、しかも、ここのさ、和道くんとこのコラボ配信だとさ、この、うん、一緒に話に入ってきてくれてる人がちゃんとついてこれてる人じゃん、みんな。っていうか、違う。カオスのリスナーじゃないの？わかんない。これは、まあ、そうでもないよ。うん、違うって、これは、まあ、うちにも来てくれる人もいるけど。かぶってるそうでしょ？うん。うん、多分。あ、で、ちなみに、俺のとこには、和道アンチっていう人も来るからね。でも、俺は和道アンチだって名乗るってことは、うん、うん。俺は和道アンチなんだよって名乗るってことは、別にそんなに本当のに嫌なアンチじゃねえな、この人は、と。いや、俺ね、逆に、もうね、俺ね、うん、アンチ、囲いマークみたいなのあるじゃん。お品みたいなの、うん。あれは大嫌いなんだけど、うん、もう俺のこと嫌いなやつはなんかマークつけてくれと思うの。もう割り切れるから。もう嫌いでいいと。俺のこと。本当に嫌いな人もマークつけれねえじゃん。そう。いや、違う、もうマークつけてくれと。もう俺は正々堂々お前を一生ぶったたき続けると。お前のことなんか微塵も好きじゃないと。もうそれをつけてくれたら、あ、嫌いな人ですねってもう割り切れるから。本当に。いや、でも、多分、アンチのプライドとして、そう。俺、プライドとして、嫌いなもののマークつけらんねえってなるんじゃない？わかんないけど、もう分かりたいんだよね、なんか。もう、この人、俺はお前のこと嫌いだからって。そう。なんか、ね。でも、本当にアンチ多いよね。多い。まあ、減ったというか、落ち着いたとは思うけどさ、ね。そうだね。そうだね。
いや、それは俺が狐枠やったりトリックスターだから、そのアンチをばらかせる活動を仕掛けてるわけですよ、いろいろと。結託しないように。頭使ってんね。そうそう。頭使ってますね。まあでも、それでもまあ、うん、まあ確かにすげえ立ち悪いアンチかもなとは思うけど、でもまだすげえのレベルだもんね。これはやべえみたいなやつはまだ出てきてないからさ。やべえみたいに出てきたらもう配信をみんな切って、うんうん、配信者同士で打ち合わせして、そいつ捕まえて殺そう。そうね。そうだね。うん、闇打ちしよう。闇打ちしよう。中国人にお金払おう。払おう。俺知ってる人いるから。清流島でぶった切ってもらおうか。清流島なんて使ってない。針金で大丈夫みたい。おー、プスっていくんだ。うん、針金ぐるぐる巻きにする指に。で、それで運んでって、木に吊るして、あとはみんなボコボコにするだけ。へー。だってお金かかんないじゃん。すげえ。人間サンドバッグだ。いや、もう、それ関係ないんだよ。だって彼らはもう永住権だってないんだしさ、日本に。でも日本に住んじゃっててさ、で仕事もないわけだし。だまあ、ね、俺らの新宿、池袋、まあ、うちの近辺。ね。まあ、あんま細かい、怖い話はやめよう。まあまあね。うん。けど、その人たちとのコネクションが、スポッと取れるのは、俺とか、和道くんとか、だよ。連絡を取ろうと思えば。オーダーしようと思ったら。まあね。安いよ。いやいや、本当に金が利くと、人の命ってこの値段なんだって思うよね、本当にね。飛行機がインドのさ、砂漠に落っこちてさ、人が死んだんだよね。うんうんうん、で、日本の飛行機会社。うん、で、一人の死んだ人の賠償金っていうの、なんていうの、お客さん、うん、そう、うんうん。損害賠償。何なのかな、そうそうそう、慰謝料か。300万払ったね。で、安いかなと。だから、いや、そんなにいらないんですけどって言われたらしい。インドには。3万円ぐらいでいいみたい。まあ、それも、まあ、でもそれも70年代のインドの話だからね。まあ、それが上がったにしても、まあ、国によって人の価値と値段は違うよ。メキシコで、だって俺さ、こう、まあ、配信してる頃、路上で寝てね、朝起きて、上見たらなんか、べちゃべちゃすんのか、顔につく、なんだこれと思ったら、血じゃんと思って、上見たらさ、こうやってさ、こう、こういう風に、こういう状態でぶら下がってるさ、裸にされた女の人がさ、俺の上にぶら下がっててさ、ほう、死んでんの？首切られてね。で、背中に旗を貼られてんの。旗？Z って書いてあるやつね。セタっていう、ギャングっていうか、どちらかといえばマフィアだね。マフィア、はぁ。セタはでも今、フィリピンの方にも流れ込みつつあるよ。シナロア州っていう州があるんだけど、シナロアにセタはそれほど強くはないんだけど、シナロアはシナロアで結構やばいエリアでね。うん。で、そこの、要は密輸品だったりとか、そのグループっていうのがフィリピンに流れ込んできてるから今。うん。そう、カルテル、ご存知の方が いらっしゃいましたね。うん。で、ちなみにそのシナロアの人、配信してるよ。ふわっちで。ふわっちやってるの？たまに俺んとこ来るよ。学生さん。まあまあ、そいつは、悪いやつじゃない。そいつは悪いやつじゃない。金持ちの息子だよ。
治安が、まあ悪いっていうのは、うん、そういう業界に、そういうね、うん、まあドラッグの、うん、まあその、マーケットとか、そういったものに参加してない人にとっては、まあ治安の悪さっていうのは流れ玉に当たるとか、そういう話だから。参加してるやつはもう普通に家にね、来るよ。うん、すぐ、車がキューって来て、うん、もう、パンパンって、ドアコーン開けて、車にもビニール袋ブワーかけて、針金ぐるぐるぐる巻いて、車にボーン投げ込んで、ブワーって行っちゃうよ。うん、マジで。俺、それやられかけた時、超怖かったもん。ああ、一回あったって言ってたね。あったさ、頭の上になたを、なた置かれてさ。うん。まあもう、やだ。なんだっけ、なんか、誤解されたって言ってたよね、なんかをね。誤解、まあ誤解といえば誤解だね。俺は泥棒を見つけたからさ。うん。うん。まあその話ちょっと辛いんで。ほんまに。ほんとに調子いい時しか配信で喋らないけど。ほん。うん、すごいよ、まあ、うん。まあ、崖から飛び降りたよ、その後俺。ええ。無傷だけど。やば。無傷なの。あの、崖にはこういう、なんていうのは、あの、なんつんだ、あれ、これ。こういうの、ロープみたいな植物。うんいっぱい生えてるから。ツタね、ツタ。ツタ、ツタ、ツタ、うんうん。ただ全部トゲがあるんだよ、そのツタ。おぉ。が、でもいっぱい生えてるから、うん、崖にポーンって飛んでも、それに絡まるから、落ちないの。うん、へぇそれ分かってるから、もうそうやってもう逃げて、分かってる頭にもうなんか、ぐっちゃ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 ついて、もうこの辺血だらけになって、うん、で、あの、観光ビーチまで走ってったんだよ。で観光ビーチ内では、殺しはやらないから、うん、向こうの連中は。うん、いやその観光ビーチ内で、なんだこいつ、うん、大丈夫かなんだなんだってみんなに見られて。で、そこで、商売してるおじさんに、やべえ、俺、あいつらにやられたわって。うん、で、まあ、誰と誰と誰と誰はわかるけど、他はわかんねえって。うん、原因は大体想像ついててこういうことなんだって。うん警察は動かない。警察はさ、四輪バギー乗ってんだけどさ、警察四輪バギーがさ、血だらけの俺を見てさ、うん、よっちんのって声かけてきたから、うん、おー、ポリースって、ちょっと俺今やられてんだけど、さ、うん、知ってるって、うんあ。知ってるんだ、そう。この村から出るときに、検問やってるから、逃げるときは、ちょっと道路通らない方がいいぞ、言われたぐらいだ。へぇ警察も金もらってるからさ。白人に。その、俺を潰すのをオーダーしたのは、オハイオ州のよ。オハイオ州のアメリカ人だったの。へぇうん、まあ、いいよ。うん、そういうことあったんだよ。まあ、また行けるよ、俺、でも。また行ける。俺のこと襲ってきたやつは、うん、また、じゃあ俺を見たらすぐやるかって言ったら、もうあの頃にもらった金も使い終わったし、やらねえよ。うん。やらない。まあ、そういうもんなんだ。そういうもんだね。あとはもう、諦めたやつもいた。途中で、うん、俺が逃げるのが必死で、うん、こんだけ必死に逃げるってことは、っていうのを考えてくれた人もいたみたいで、木に登って、ヤシの実を取る仕事をしてる人がね、いるんだけど、うん、その人が俺の目の前を通ったんだよ。俺が人がいっぱいいる公園のベンチで、どうしようこれからって悩んでる時に。うん、で、目の前を、こうね、うん、こう、なんだ、この、あ、これ、これ刃物は出さない方がいいんだっけ配信で。こう持ってて、歩いてて、歩いてて、なんね、俺の目の前でカラカラカラって吸ったんだよ。その刃物の刃を。ほうほうで、パッて顔を上げたらそいつだったの。あの時俺の頭を割ろうとしてたやつだ、こいつだと思って。はいはいはい。したら、目が合った瞬間、ニヤってチラッて笑って、地面をピキーンってやって、手振って、海に向かって歩いて帰ってった。つまり、自由だぞ。ジ・エンド。
これで終わりな。映画だよ。映画だよ。そういうこと。いや、映画っていうのは現実を、まあ、そういったものが映画なんだから。いや、本当にそう。事実は小説よりきなりだよね。本当に。だから、別に、それが映画だとも思えるかもしれないし、うん、現実だよ。現実だよ。うん、いや、本当に。ただ、うん。で、例えばじゃあ、インドでさ、うん、インド人と殴り合いの喧嘩でもするとすんじゃん。うん。チョロパキスタンって言われるよ。うん、パキスタンに行っちめえ、お前。っていう意味。お前なんかパキスタンに行っちまえよ。っていう。ほうほうほう。うん。ほう。それでパキスタンに逃げ込んで、パキスタンで喧嘩したら今度、お前なんかインドに行っちまえよ。ってなるところから映画作ればいいんじゃねえの。なんでこんなことになってんだ。じゃあ俺はどこに行けばいいんだ。ああ、そうか。インドもパキスタンも原爆作ってるからか、みたいに。いや、そういう話。あ、まあ、ピラミッドの底辺の中でね、うん、生きているわけじゃないですか、皆さん。うん、3段目、4段目、5段目、何段目ぐらい、うん、ぐらいまでかわかんないけど。その中の人間たちが足引っ張り合ってもしょうがないんだよ。そう。そう、俺はそれが、そう。本当に、そう。仮想部で、お前仮想だ仮想だってやってんのがもう本当に、やだ。お前らが手を取って上の首取らないで誰が取るんだよって。もう配信なんてもろにそうだよね。うん、この、まあ、今いるこういう感じはいいけどさ、うん、そうじゃない枠の時とかあるじゃん。うん、もろにそうだよ。本当に。くだらないよ。くだらない。そんなの。うん、逆に、俺らが潰し合うんだったら、俺らが手を組んで、もっと上のもんをぶっ潰しに行こうぜ、って。うん。クソカスカオス。そうじゃね。クソカスカオスだね。うん。俺はクソカスカオスだ。書いとこうか。脳みそクソカスカオス。うん。まあ、脳みそが腐ってるからさ。みそ。まあ、俺の配信はつまんねえよ。普段は、あんま喋んない。これかな。検索したらこれ出てくればもう。うん。うん。ツイキャスやってる時なんて閲覧ゼロでも、二枠喋ってるよね。一人で喋ってる。喋ってるね。俺 YouTube ライブで、誰もコメント打ってなくて、うわ、喋ってるわ、と思って、さすがだわ、と思ったもん。うん、YouTube ライブでも喋ってる、俺。俺、込みで閲覧に、2とかだったけど、ずーっと喋ってたもんね、一人で。うん。いや、配信、はそうじゃないとね、やっぱ。いや、本来ね、喋りたいからやるからやるっていうだけのことなんだもん。そう。別にお金が稼ぎたいからやりたいわけじゃないから、聞いてくれだよね。言い方変えれば楽勝だよね。そういうことをするみたいな。聞いてくれよって。そう、聞いてくれよ、俺の話。で、さらに言ったら共感してくれたら嬉しいわ、二つなんで。だけど、金稼ぎたくて配信始めてるような、まあ、新規、使用者たちは、うん、まあ、できないだろうね。うん、無理だろうね。うん、まあ、できたとしても相当、頑張んないとダメだろうね。うん。言いたいことなんかないんだよ。あいつコメントは来るまで、こう、携帯ずっと一人でいじってて、画面にも映ってなくて、うん。うん、で、コメントが来たら、コメント読んで、アンサーして、うん、で、また、それの話を広げずに、またゲームを続けて、うんうん、で、気づいたら0人になってて、うん、で、配信切っちゃったりとかさ。なんか、そんなのばっかじゃん。うん、だけど、そうじゃない人を探し出すのが楽しいから、俺は、そうね、そうね。中級のあたりのところをダーって見るのがすごい好きなの。うん。一番香ばしい。この人伸びるなぁ。そうそう、これは今伸び時期だなぁ。すげえわ。もう適当のように分かるよね。こいつ伸びる、こいつ伸びないってね。うん。うん、もう
これビットコインだな、こいつな、みたいな。そう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 、そう、ほんと。草コインだよね。草コインいるよ、ね。これ草コインだわ、って。いるいる。俺だからそれがドルさんだったもん。完全に。閲覧20ぐらいで。そうだね、ドルさんな。初めて見たのに、まあ、びっくりした。アフリカの頃はだって全然だったもんね。うん。うん。まあ、アフリカの頃だってもう、アフリカでやってた女の人今やってるよ、うん、配信、こっちでも。あ、そう。多分知らないと思うけどね。うーん。まあ、ちょっと、うん、おしゃべり配信の人なんだけど、面白いんだけどね。あとは、アフリカじゃなくて、うん、韓国の本体。本体アフリカ。アフリカってさ、はいはいはい、アフリカムじゃん。うん、アフリカムの、うん、韓国のアフリカが本社なんだけど、そっちでずーっとやってた子が、うん、今やってんじゃねえの多分。ツイキャスで。ツイキャスかフワッチで。俺その人の配信すっごい好きで、よく話しに行くよ。うん、閲覧だいたい18とか20ぐらいかな。韓国のインスタントラーメンを20個ぐらい送ってくれた。優しい。すっげえ優しいし、すっげえ。あと、ちなみについでに言うとめちゃくちゃ綺麗だからね。ああ、うん。でも、人が出ない、人が来ない、その理由は多分、うん、自分でコントロールしてるあの人はうまいこと。ああ、要は、増えないようにしてるんだね。いや、そう。あ、うん、上手に。うまい人いるよね、うん。うん。で、まあ、韓国語はペラペラだし、BGM も全部韓国の音楽だから、うん、もう、ここは日本なのかどこなのかわからないってなるから。この人すげえ。L さん。配信のマネタイズが確立されて以後、悲しいかな、目的と手段が逆転した。これすごい。これは、これはマジで、もうほんと残すべきだよ。これなんだよ。そう。ここに来たんだよ。そう。ふわっちの最初の2年は楽しかったんだよ。金稼げた、ウェイ、俺らは勝ったんだ。これから来た時代が、って囚われたんだよ。ほんとに。ほんとそれ。マネタイズの方法は生まれたのは間違いがないかもしれないけど。そう。あのね、やりたいことで飯が食えてんだぜからね、いつからかね、金のために配信つけるようになっちゃったんだよ、俺も。それが嫌で嫌でしょうがない、ほんとに。そう、うん。でもなんか最近のワド君も俺もそうだけどさ、うん、別に、アイテム問わなくても普通に配信してね。もう開き直った。もう、いいわ、と思って。もうこのカルマから抜けたいと思って。うん。うん。そう。すごいね。いや、あのね、もう。いいコメントありがとうね。もうほんとね、あのね、やりたいわけじゃないよ。やりたいわけじゃないけど、もうね、ほんとね、働かなきゃって、いうところまで多分行くんだと思う。今年のいつか。多分捨て頃終わった後だと思うの。俺は。泣きながらね、多分、ね。でも働かなくても、うん、飛んでくるものが止まらなくなっちゃうことが起きないことはない。ないよ。いや、俺はね、飛ばないと思う。うん、もう多分、ね。まあでもそう思っておくのが一番ピュアだと思う。うん、ピュアというか、正当だと思う。多分ね、正当だと思う。4月か8月にね、働くわ、つって鼻水垂らしながら泣きながら、配信やりたいっていうところに行って、また原点回帰できたらいいな。そこでやめんのか、そこで配信続けんのかで、多分ターニングポイントになるんだと思う。そこで、多分ね、セガ終わった後、区切りだよ、俺は。もうこの閲覧だだ下がり、もう持たないよ、俺は。もう多分次はあれだな、スペインだな。スペインから。スペインに4軒あるんだよ、家。旅仲間のね、うん、スペイン人なんだけど、うん、で、まあ、どこも自由に使えるからさ、うん、まあ、その辺で、まあ、うん、もう不法労働だなんだなんて、クソうるさい国じゃねえからさ、マジで。だから、そこで、カリフォルニアロールでも作って、弁当箱作って、しょって歩こうかなと思って。で、それである程度お金稼げたら、どっかね、うん、
うん、あの、この部屋ぐらいの大きさのスペース借りれば、うん、お店作れんじゃん。うん、ん飲み物は自由に持ってきて飲んでいいよ、つって。食い物は頼めよ、って。カリフォルニアの配信してっから、って。いやでもそれでもいいかな。うん、まあ、大雑把な目標というか。クリスチャニアっていうとこがあるんだけどさ、うん、まあ今は観光地になってるけど、クリスチャニアだって日本人でいるよ、いっぱい。十字架がいっぱい立ってるやつ、うん、あの、なんか幻想。クリスチャニアはね、どちらかというと、独立国家だね。うんうん、ほう。あの、ヒッピータウンみたいな感じ。へぇ、俺ヒッピーって言い方すごい嫌いなんだけど、ヒッピータウンみたいな国。なんでヒッピーって言い方嫌いなの？ヒッピーって、だ要は戦争反対っていう、うんうん、そのまあ、正しい言葉、うん、それに便乗して、うん、怠けてるだけの人の暮らしているスタイル、そのスタイリング。ヒッピーってヒップだからだ、お尻汚ね、汚ねケツって意味だからね、ヒッピー。そうなんだ。へぇ、うん。まあ、あんまりいい表現ではないよね。うん、まあ、別に読み方、まあ、細かい部分はどうでもいいんだけど。で、うん、あの、ただし、うん、そのクリスチャニアの場合は、あの、配信禁止なんだよな。うん。配信禁止。ただ、日本人結構いるよ。自転車乗って、あの、サンドイッチいっぱい積んで、それ売りながら、うん、そこで暮らしてる日本人とかも結構いる。いいね。あの、トラベラーってさ、別にいつ帰るとか決めてないから、うん、長いんだよ、本当に。うん、日本で、あの、いつ頃って言ったら、あ、8年前かなとか、うん、最近どうなの、うん、日本とか、うん、そういう人いっぱいいるからさ、うん。まあ、あんまり日本人だからって声かけるっていうわけでもないんだけど、俺は日本人が好きだから、うん、どこの国でも、まあ、話せそうな人がいたら日本人だなと思ったら、あ、日本人なのって声かけるのね。で、あ、日本人だけど今、この国の国民ですとか、あとは日本出てずっとここ、日本、あの、日本帰ってないんですよとか、まあ、うん、いろんなタイプの人とは出会ってきた。で、昔25年前にパンガンで一緒に遊んでたやつも、今は、あそこ、うんあれ、あそこ、グルジアじゃなくて、うん、グルジア、うん、グルジアに住んでる。俺のツイッター見たらわかるよ。うん。繋がってるから。グルジアに住んでる。で、そいつはもうガチのハードトラベラー。で、そいつも、もういつでもいいから、うん、体良くなったらうち来てゆっくりしてきなよって言ってくれてるからさ。いいなぁ。まあ。なんか、あれなんだよな。なんかね、なんかね、俺沖縄ってすごく遠かったのさ。でもさ、1万円以下で1時間とかで行けるのを知った時にさ、成田より、新宿から成田に行くより、新宿から沖縄に行った方が近い感じになったのよ。だからでも、ね、カオスはさ、多分さ、スペイン、俺からするとスペインって多分月ぐらい遠いの。感覚的に。火星とかと同じぐらい遠いんだけど。まあでも俺は金かけていくけどね。だって上海から陸路で行くつもりだもん。遠いな。歩いて行くんだ。ヒッチで行く、ヒッチで。ヒッチでね。だけど、俺沖縄行くとき1万円以上かかってるよ。上海行くより金かかってるよ。おお。大阪から、船乗って行ったから。ああ。飛行機じゃなかったから。ほうほうほう。大阪からだったらさ、1万7千円から2万円で、上海まで船で行けるんだよ。へえ。飛行機だったら1万9千円とかで行けるよ、上海。すげえな。うん。いや、だから、そうなんだよね、うん。心の距離っていうの、なんか心のマップってあるじゃん、その。なんつうんだろう、本当の物理的なものじゃなくて、うん、自分の感覚値の、そう、
それを埋めていきたいんだよね。まず、ワード君が最初にやることは、うん。閉じることができなくなっちゃうのか、分かっている扉を開いちゃうかどうかってとこだよ。一回開いたらもう閉じられなくなっちゃうからさ。だけど、年やっぱ取ってきてるじゃん、俺が。20代のうちだったら、その扉開いても、別に30、40、50になっても、その扉に入るのが気楽なんだよ。だけど、40、50になって、その扉を開いて、いきなり知らない世界に入った場合、自分の道の作り方もわかんないんだよ。若い頃に入ってる頃のやつはもうそれを知ってるから、いくつになってもそこに戻っても、生きていくことができる、だからな、できるだけ早く、別にそんな長期間じゃなくてもいいから、下見でもいいから、その映画の目標が終わった時点で一回はちょっと行ってみた方がいいと思うね。一回ね。うん。うん。本当に。まあ、そうしなかったとしても、まあ、遅かったかとしても、多分普通の人とは感覚違うからな、和道くんな。だから、案外なんかどうにかなっちゃいそうな気もするけどね。いや、でもかっこいいな。やっぱスナフキンだな。いや、俺なんてメジャーねえぞ。あ、いっぱいいる。全然メジャーねえ。写真とか見たい？すげえやついるけど。見たい。見たい見たい。見せてよ。ただ、頭の悪さもすごいけど、いい？いいよ。痛い。頭の悪さの凄さは多分、日本にはもうありえないぐらい頭の悪いやつだけでいいかな。ぜひぜひ。こいつとは、俺、その、メキシコでちょっと一緒に遊んでたんだけどさ、日本人なんだけど。よいしょ。あんまり綺麗に見せられないな。これFacebook ね。うん。もうなんだ黒、うん、白黒白黒じゃない。ああ、これ俺の写真。ああ、カオスか。そう、ちょっと気が病んでたから自分の写真撮った。よくわかんないけど。こいつなんだけどな。写真どっかに出てるかな。わかりやすく。こいつはどういうやつなのかって。まあ、これ、俺の旅人仲間。お、すげえ、ドレッド？ドレッドだね。ドレッドだね。最初会った頃。いい顔。いい顔してるでしょ。いい顔。日本の社会生活の中でこの顔はなかなか見れねえな。こいつ俺のバックパック盗んでったけどな。最低。この笑顔でバックパック盗んでくんだ。で、これが、イタリア人かスイス人の彼女ができたの、ここで。おうおう。で、結婚して、ジャック・スパローだ、ジャック・スパロー。そうだよ。ね、で、今、子育てもしてるよ。ああ。いいなぁ。これイタリア人だね、これみんなね。おイタリア人、イタリア人、スペイン人、日本人。なんかしかもこいつスペイン語超下手なんだよ。よくさ、電話で話すんだけど、もう何言ってるかわかんねえじゃない。もういいよ、お前日本語で喋ってくれよ。お前のスペイン語全然わかんねえよ。って言って。これ。俺のバックパック。潰れてる部分。俺の盗んでんの、こいつ。いいんだけど、別に捨てたから、俺。俺、この時、もう、あれしか持ってなかった。あれしか持ってない。初めて会った日だ、これ。これ初めて会った日。へぇー。ビーチでなぜか、ベースを持ってる。お前、なんでベース持ってんのって。これが出会いの瞬間だった。へぇー。
いいね。まあ、こいつはいいやつだ。いいやつだ。まだ生きてる。いや、さっきの白黒の写真すげえ良かったな、顔。俺？病んでるよ、あれ。うん。違う違う違う、この人の。ああ、こいつのか。うん。こいつはいい顔してるよ。やばいね。こいつだって、一応元モデルだし。あ、そうなんだ。細かいこと言わない、言わないようにはしてるけど。ああ。いや、表情がさ、いいよな。なんだっけ、ユナイテッドアローズじゃんかな。はいはい。あの辺のモデルだよ。はい、ああ、そうなんだ。うん。ああ。わけわかんないことしてるけどな、なんか、うんうん、ラジカセ持ってたりとか。オーストラリアにも似た系ですごいのいるよ。うん。それはよく俺配信中に よくBGM でかけてるんだけど、うん、音楽、そいつの音楽、いい音楽だから、うん。うん。そいつもハードトラベラーで、まあニューヨークで一緒だったんだけど、うん。オーストラリア来て、一緒にチルしろ、うん、しようよって言ってくれてんだけどさ。うん、俺今、ちょっとね、こういう状況で動けないから行けねえんだわって言ったら、うん、いいよ、俺ずっといるからって言ってくれてさ。いいね、ずっといるから。うん、いいな、いいよ、俺ずっといるから。そう。だからまあ、うん、逆に日本に遊びに来た時は、うちゴミ箱みたいで狭くて汚いけど、何日泊まっててもいいんで、うち来なよって逆に俺はそう言ってるけど、まあ、来たくないだろうね、汚えし、うち。いや、でも本当にこうやってできる人のつながりっていうのはさ、うん、まあ配信でもそう、配信だってネットワーク上の旅と一緒じゃん。うん、いろんな世界にも行けるしさ、うん。で、地球上だってそうじゃん。いろんな世界に行けるじゃん。うん、で、使う言語が違ったりとか、法律が違ったりとか、ルールが違ったりとか、うん、そんなもんみんな全て無視してもみんな平和にうまくやってるじゃん。うん、なんかね、考えちゃうんだ。うんうん、俺、なんでメキシコいる時の携帯電話配信あんなにできなかったんだろうって。全部録画履歴残ってないんだから。もったいない。ニューヨークの録画履歴は結構残ってんだよ。うん、ニューヨークの時の録画履歴はかなり残ってんのに、なぜかね、メキシコのやつは全部飛んじゃってんの。で、ニューヨークからメキシコに流れる時、うん、俺ちょっと、危ないことしてたから、配信で履歴は残さないようにしてたの。うん、ああ。ディーラーの仕事をやってたじゃん、うん、ニューヨークで俺、うん。で、そのディーラーのものを盗まなきゃいけなかったから、その時。返すわけにいかないのよ、もう。で、俺はトラベラーでドラッグディーラーじゃねえんだよ、と思って、うん。なんで俺はこんなことやってんだ、うん。で、そこで一番重要だった携帯電話というものだけを返却して、うん、ディーラーのボスにね、うん、売り上げと商品を持ったまんま脱出したの、ニューヨーク。うん、で当然追われるでしょ、しばらく。追われるね。うんうん、だから、数日間、ラジオ配信。で、そっからは、画像配信にした。もうどうせ追いつけねえだろうと思って。いきなりさ、俺がさ、モーテル泊まってる時に。それが配信で残ってんの、うん、その時の。いや、俺こういう。その時の残ってないよ。ああ、そっか。夢の島。夢の島。うわぁ、夢の島。もったいねえ、ドラマさ。でもね。ドラマさ。でも、カオスもなんか喋ってんでしょ、これ、ね、俺今、ドラッグでって。やばい。全部やってる。絶対ね。だその時見てる人もいるよ。今もいるよ、だから。今、ツイキャスやって、ごくたまに気づいて来てくれる人、その時の人だから。いや、それは残したいよね。俺、キャスを本格的にまたやり戻せば、その人たちで、まだ、そういう配信を見るっていう行為をやってる人たちは戻ってきてくれると思うよ。うん、
やべ、それはドラマでしょう。ドラッグ盗んで、モーテルでラジオ配信のリアリティは見たいよね。で、もう、州を3州ぐらい、州をね、下ってってね、うん、ニューヨーク州から下に下って、うん、メキシコ国境に向かって近くぐらいからは普通に外映像配信やるようになったのね。うん、で、モーテルに泊まってる時に、うん、まあ、部屋でジョイント吸ってたわけよ。うん。そしたら、ドゥン、ドゥドゥン、ブン、ブン、ドゥン、ブン、ドゥドゥン、ドゥン、ドゥン、ブン、ブン、みたいな。車がさ、入ってきて。なんかちょっと嫌な感じすんなぁと思って。で、カーテンチロって開けてみたら、腰に拳銃突っ込んだ、黒人が6人ぐらいドバーって降りてきて、うちゴン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 ってやりに来るんだ。と思って、どうしようと思って。俺、その時マチェッタ持ってたのよ。マチェッタって、ナイフ。で、マチェッタをドアを開けた裏側のとこに立つように、こうドアを開けたのね。うん。そしたら、いやって来て、で、うん、What the hell, man? とか言ってきたわけよ、向こうが。いや、これから俺、ちょっとメキシコの方に行こうと思ってんだけど、うん。俺らウィード売ってんだけど、買わねえって聞かれたのね。うん。マリファナ売ってんだけど、買わねえかって、売りに来たの。うん。黒人の、ヤンキーというか、そのギャングが。で、営業だったの。その話をし、そう、営業だったの。その話をしてる最中に、後ろにいた3人ぐらいが、こんなんなって、ん?ん?ん?ってなってて、で、俺と話してるやつも、あれ?って気づいて、いきなり止まったわけよ、みんなが。なんでみんな止まったんだと思ったら、お前知ってんだろって。知ってるよって。これめちゃくちゃいい匂いなんだけど、もしよかったら見してくんねえかって言われて。ギャグで。いやー、だってお前ガン持ってんじゃん。ガン持ってるやつにここに入ってきてほしいなんて思わないでしょって言ったら、いいよいいよ、俺ここにいるからちょっと見してって言われて、で、こうパックをね、こう持ってって、これ、つって、これ、この、オーマイガーオーマイガーよ、よ、よ、よ。あ、よ、よ、よ。みんながこうさ、もう、やばいって、パニックになって。それなんだこれ、なんでこんなすげえの持ってんの、お前。ってなって。で、これ何って言われて、ああ、これプラチナジャック、プラチナジャックヘラーだよ。って言ったら、うん。何みたいになって。まあ、とにかく、すごいいいものなのよ。ジャックヘラーってすごいいい、やつなの。今はもうなんか、どっかのなんとか黒豚じゃない、なんとか牛みたいな。なんかもうすごい。黒毛和牛みたいな。そう、黒毛和牛。5A クラスぐらいの、なんかまあ、とにかくすごいものなわけなんだわ。高いからさ、それさ。やっぱわかる。わかる。匂いも見た目も、俺の、その吸ってる時の俺の顔の感じも見ればもう全部わかる。あ、これはやべえんだっていうのが。で、その時に、俺らディーラーなんだけどさ、売ってくんねって言って。これ。売ればよかったと思う。で、うん、いや、お前らだってディーラー買い、うん、いや、で、なん、売りに来たのになんでお前ら買うんだよって。いいよって。これ1個あげるよって。うん、それが1エイスっていう量で 3.5 なのね。量が、グラム数が。でも1エイスはまあ、そんな大した量じゃない。もったいないけど。うん、けど、まあ、一応怖さとか、あとは、その人との出会い。カオスの残り1分半まとめて。いいよ。あ、残り時間ないのね。1分半。いいの喋ってて。いいよ、いいよ、そのまま終わろう。うん、カオスでした。でも、まあ、それをあげたんだよ。うん、
したら次の日も次の日も次の日もやってくるようになっちゃったから、だからそっからもうダッシュで抜けてメキシコに入国したの。全部持ったまんま。なるほどね。本当は全部吸ってなくして入国しようと思ったんだけど、もう逃げ切ろうと思って全部持ったまんまアメリカ入った。あの、メキシコ入った。ということで。やばかった。皆さんお疲れ様でした。はい、クソカスカスでした。お疲れです。ありがとうございます。面白かったよ。超夢みたいなコラボだった。いや、もう最高だった。ありがとう。また、また。ごめんなさい、本当。また話そう。うん。うん、また話そうね。うん。じゃあ皆さんお疲れ様。本当、お付き合いしてくれたくれありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。ちょっと失語症があるんで、言葉がうまく喋れない時もあるけど、ありがとうね。じゃあ僕寝ます。ありがとうね、カオス。おやすみ。うん。うん。俺も適当に。うん。おやすみ。うん、いやーよかった、ね。やっぱ和道くんは楽しいわ。楽しいね。楽しい。楽しい。すげー楽しい。うん、ドラマが。うん、なんかね、ほんと。